皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます。川村彩奈です。川村さん、きっと今朝ね、あの塩パンを食べて来られたんじゃないかと思いますけども、なぜわかるんでしょう。昨日大量に塩パンをね、お持ち帰りになられまして、はい、あの昨日リスナーから ねすごい大量に、はい、昨日あの横山秋のパン祭りくらいもうパンばっかり横山モードでいただいて、はい、でその中でリスナーの方が、はい、これは高い塩パンですよって言って、はい、なんか2袋持ってきてくださったんでね、うんうんうん、紙袋に、ね、全部塩パンで、全部塩パン、はい、で何気にスタッフがみんな昨日、終わってから集まってきたから、はい、塩パンをテーブルにバッと、はい、スタジオテーブルにバッと置いて、そうです、でみんな食べようぜって、で食べたんだよね、はい、これがむちゃくちゃうまかったんだよね。最高に美味しかったです、はいはい、あのこうパンの香りと塩のこうしっかりした塩味と、はいはい、ちょっとこうカリッとジュワッと感があって、うんうん、もう最高に美味しかったです。でも最初さ、はい、俺が食べて、ちょっとこれ尋常じゃないぐらいうまいんだけど、って言って、はい、でみんな食べてもらえよって言って、はい、普段みんなそんなにとはいえ、うん、ちょっと今個食をね推奨されてるから、みんなで食べましょうみたいな感じになるのに、でも川村が、はい、じゃあちょっと私もいただきますって、うん、サクッモコモコサクッこれすごい美味しいんですけどって言ったところでみんながってこうなってちょっと前のめりになってで、じゃあちょっと食べようか、みんな食べ始めて、もうあんなにパン食べて褒められるパンってパン冥利に尽きるよね。でなんかこれ高いんじゃないかねやっぱりみたいな感じで、こうお店を調べたりとかして、はいはい、でうわ美味しいってもう大絶賛で、でもその横山モーデにいらっしゃった方が、はいはい、実はその昨日の話では、うん、元カープのエルドレッドさんが、はい、広島に帰ってこられてて、そうそうそう、で会えなかったから横山さんに塩パンを持って会いに来られたっていう方だったんですよね、はい、その方から今日お便りいただいてます。あらら、塩パンの女ことうちの猫本当に猫さんです。はいはいはい、はい、昨日横山モーデ横山さんをエルドレッド代わりにした塩パンの女です。会えなくて落ち込んでいましたが、横山さんの優しい笑顔に癒され、はい、横山モーデで他2人の男性リスナーさんたちにも、うん、エルドレッドさんに会えたらいいねと応援してもらい、はい、折れかけていた心がちょっと元気になって歩いていたところ、うん、エルドレッドさんに本当に会えました。すっげえ、この人がすごいじゃなくてエルドレッドがすごい。そうそんな分かりやすくいたのかよ。すごいすごい、奇跡が起きたんですと、はい、声をかけたらにこやかに答えてくれて、うん、描いていったイラストを手渡すと、うん、ナイスと写真に持参したユニフォームにとサインをしてくれて、はい、このコロナ禍なのにエルドレッドさんの方から握手までしてくれました、はいはいはい、きっと横山モーデのご利益があったんだと思います、うん、はい、次回伺うときは塩パン以外のものも持っていきます。いやもう塩パンがいいです、間違いないです。すいません、だってさ、はい、手島も食べた、はい、で車内を歩いてることだけが仕事の中岡も食べたで、中岡はさ、ね、でその後俺たちカップリコ食べたんだよね、はい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 、リスナーからもらった、そうそう、で塩パン俺2個食って、はい、でカブラ1個食べて、はい、でもう1個はちょっと持って帰ります、持って帰ります、でまだいっぱい残ってて、はい、でちょっとさ、うん、カップリコも食べようぜって言ったら、中岡がいや今ねあれなんですよね、さっきいただいた塩パンの芳醇なバターの香りがマスクの中で今広がってるんですよ。言ってた、本当に言ってました。これを今カップリコで消したくないんですよ。なのでカップリコは結構です。すごい、こんな余韻が残る塩パンがあると思って。そんなでメガマック森下がやってきて、そうですね、すごいですね、ちょっとパンがいっぱいありますね、あ、ちょっと食べてもらえよって、はい、これ美味しいですね。どこのですかって、あ、ここですか、ちょっと待ってください、これ高いのかな、ちゃっちゃっちゃって携帯見て1個129円ですね。安いなーって、すごい変なもん持っていくもんだ、もうこれ持ってった方がいいねとか、もう絶賛、いろいろあるよりも塩パンドドーンがやっぱね、あれだけ美味しいと喜ばれるんだな、ね、あの塩パンが俺たちにとってエルドレッドだって。もうそうです、本当に拝みたくなるほど美味しかったです。私も今朝はその塩パンにパワーをいただきまして、で他のパンもあったんだよね、はい、で他のパンを俺がじゃあ俺持って帰るわっつって、で川村これ残った塩パンさ持って帰んないよったらいいですか。
この塩パンをいいですか持って帰ってああいう時従順だよね普段反抗ばっかりするんだああいう時従順持って帰っていいですか私がいやもう本当申し訳ないですあまりにも美味しすぎて4つ塩パン全部で持って帰らせていただきましたもう本当私の体は今塩パンでできてそうだねここではないぐらいです塩とバターでできていますみたいな芳醇な香りがするかもしれませんが塩パンってさ、はい、中がスカスカなんだよねはい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 、いろんなパン屋さんで買うけど、うん、だけどそこのパン屋さんのは、うん、中もふっくらとそうです具沢山というかパンで埋まってんだよね、うん、むしろもちもちしてる、ね、もちもちしてるでも表面はやっぱそこ開けたらサクッそうですカリッてこうしてんのねそうですでジュワーッと塩とバターがはいはいはいもう一番好きです絶妙だったなもうエルドレットさん、そしてうちの猫本当に猫さんに、はいはい、感謝です。いや、ありがとうございます。エルドレットのおかげで あいつが見つかんなかったら俺のとこ来たから。そうですよね。だからもし見つかってしまっていたら、そう全部塩パンエルドレットさんのとこに行ったかもしれないし。うん、あじゃあこれつって、逆に言うと、はい、彼女もエルドレットにパンを渡せばよかった。あの後会えるんだったらと思ったかもしれないよね。一袋一応横山さんにで、ね、一袋エルドレットさんで。そう。そうですよね、なんで2袋よけますって渡したの1袋にしとけばよかったあのとエルドレッドに渡すものがなかったとかそのぐらいありましたからねいやーでもやっぱ美味しいものは本当に幸せにしていただけるなと思いますいこんなに人を笑顔できるのか食い物はと、はい、ちょっと思ったよね思いましたね食欲の秋というと、はい、ラジオネームお好み焼き屋のナッカさんです、はい、昨夜は賞味期限が切れそうなウインナー1キロが冷蔵庫にありましたので夜ご飯は秋のウインナー祭りを開催しました、うん、祭りとつけるだけで子供たちもノリノリになりたくさん食べてくれました、はい、母としても焼くだけでよくとっても楽ちんでしたはいはいはいまあね食い物屋さんだからねそうですよねソーセージ1キロぐらいあるだろうねトッピング用のねでも大体ソーセージと家にあるチーズっていうのは期限がもう切れてると俺はもうね、そうですよね、うんうん、でなんかこれいけるかなみたいな、うんうん、そうですねあります食べる前にちょっと匂いそうですそうですあれあるよね、はい、私も1ヶ月ぐらい前に下関のおばあちゃんから、うん、もずくが40個ぐらい送られてきたんですよあの生の破裂付きのもずくがでも賞味期限が8月25日まで でもそのコロナ禍でなかなか食欲もなくて、うん、もずくが今20個ぐらい冷蔵庫の中に眠ってるんですよ、はいはいはい、で昨日ちょっと食べてみようかなと思って、うん、でも8月25日賞味期限だしあとただでさえ酸っぱいからねこれも腐ってても酸味で分かんないと思ったんですけど一応調べて、うん、でじゃあ匂ってみようと匂ってでいける気がすると思って夜食べましたいける気がするって大丈夫でした美味しかったですでもいけると思ったら、はい、今日も食べなきゃいけない、明日も食べなきゃいけないみたいな気持ちになっちゃうよね。なっちゃうんです、うんうんうん、ただでさえお粥も大量にあるし、はいはい、あとなんかこうゼリー系の飲料もいっぱいあるし、うん、もずくもあるしで、はい、もうアレンジメニューをとにかく今探しまくってて、チヂミとかにしようと思ってます。塩パンを真ん中で切って、はい、ちょっとした空洞の中にもずくを入れてでそれをお粥につけて食べるみたいな、すごいなみたいな、まあ、一応栄養ありそうですよね、炭水化物多めですけどでもさ季節っていうと、はい、昨日塩パン食べてからさ、うん、ザ・横山裕二ショーやったりとかしててさ、はい、でじゃあ終わったからそのメガマックとさご飯食べ行こうかって、いつものように汁なし担々麺食べに行ったのね。でその前にタバコ一本だけ吸わせてとかさ、はい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 、で横山詣でみんなと会うとこね、喫煙所のところに行ったの。だからメガマックがボソッとさ、うん、もうセミが一匹も鳴いてませんねって言ったの。あ確かにって言って気がついたらもうセミが鳴かなくなってんだよね。あそう、先週まではいたんだよ、ねえ、はいはい、ミミ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 とか言ってたのに、でその会話するのにちょっとあーってこうなる瞬間があるのセミがうるさくって、はい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 、で本当近くの木にいっぱいいるからさ、だけど一匹も鳴いてませんねって言われて、はい、本当だねって言って、こうやって季節は移り変わっていくんだねって言って、あと先週川村が言ってたさ、あの広島城の周りにスズメとかツバメとか、はい、ああいった鳥関係、
がすごくたくさんいますよって言って、はい、で俺がすごい餌付けしてるタオル頭に巻いておじさんがいるんだよっつって言ったじゃないですか、あのおじさんのせいでついにハトたちがベンチに苦走するようになりました、うん、もう座れなくなりましたあこの辺ベンチいっぱいありますけど、はい、あそうもういろんなベンチに鳥たちが集まって苦走するようになって、もう人間が座れなくなりましたベンチが鳥のものになっちゃった、こうなるんだよねとかって思って、そうですか、はい、おいちゃんでも、はい、先週のスズメのクイズあったじゃないですか、うん、あったね、あれ誰にも共感してもらえないって思ってたんですよ、はいはいはい、御前様が終わって、うん、ラジオセンターに上がったら、私の後輩の、うん、ディレクター宮崎ちゃん、あ宮崎ちゃん、はい、この間30を迎えた、あそうですそうです、はいはいはい、私の方にこうつかつかってやってきてくれ、うんうん、川村さん今日のスズメのクイズ、うん、共感しました、でも宮崎ちゃんがものすごい大共感しながら、うん、もう大きく首が取れるぐらいうなずいた、はいはいはい、そうです言ってくれて、あのなんかねタオルを巻いた人ってあれうちの父なんですみたいなあそこまでは言ってなかったですだったらちょっとね宮崎ちゃんから一言ねなんかお願いしますって思いますけど宮崎ちゃんだけがハゲ同してくれました、激しく同意嬉しかったです、癒されますよねっつって、そうです嬉しいですよね本当に多いですよねあそこスズメって言って、うん、それでひとしきり盛り上がりました、言ったタオル巻いた人が餌付けしてからってでついに鳥たちがベンチにクソをしだしたと、人間が座れないベンチになってしまったっていうの、それは言ってないです、今日知りましたその事実は、後で言っときます宮崎、はい、ちゃんに、まあでもね楽しいことがねいっぱいあるわけですけど、はいはい、ラジオネームみけの姉ちゃんさんはですね、お昨日の朝孫が修学旅行に行くんですとメールをさせていただきましたが、なんとなんと当日熱が出てしまい、はい、修学旅行には行かれていません、病院に行ったらコロナ陽性とのことでした、あらららら、何時間か遅かったら関西まで迎えに行く羽目になっていました、うん、びっくりですと、へえ、ね、まあでもあれだったよね、それこそさ、うん、あのファンファンフェスティバルって、はい、もう完売だったじゃないですか、はい、そうでした、完売とはいえ、うん、途中にポツンポツンってこう空席が何席かあったんだよ、はい、だからちょっと思ったね、あコロナなのかなとか、うん、まあ、用事があって来れないっていう方もいらっしゃったでしょうけども、ひょっとしたらその陽性だったりとか、はい、その濃厚接触者になったりとかして、ね、行きたかったけど行けなかったっていう方の席が何個か空いてたじゃない、はい、ありました、何席か、はい、あこの時期っぽいなとは思ったんだよ ね、うん、ねちょっと心配しちゃいましたよね、だけどよかったね、ある意味その行く前に分かって、うん、はい、でその迎えに行く行かないってことよりも、一緒に行ってたら周りのみんなが大変なことになったわけでしょ、うん、そうですよね、それまた学校ってね結構狭いコミュニティでもありますから、うんうん、そこでなんかねあったりとかしても心配ですし、ね、いやだって馬様もさ、まあ、本当長期にわたってその5000回特番も休んだしファンファンフェスティバルも休んだしっていうことで、うんうん、もうそこから決して自分の目の高さよりも上に黒目を上げなくなったからあれだけ明るかった馬様がもう床しか見ていないっていう状況、確かにちょっと最近元気ない、そう黒目を自分の目の高さよりも上に上げないっていうことに今なってますからねえ、うん、今もこう両手合わせてね、そうで噛むようにして、あれがだから後遺症です黒目を上げられない後遺症です、いやその申し訳ないっていう思いがね何よりも一番こうねしんどいんじゃないかなと思います、はい、そうだよね、本当申し訳なさそうにしてるから、逆にこっちが申し訳ないと思ういいんです、だって私も5000回特番行けてませんから、まあそうですよね、はい、そうです、まあでもね馬様でもほら両方だからダブルパンチ一番悔しいです本当に、多分馬様がワンツーって感じこっちもこっちもで、あとねもう来年のカレンダー売ってるんだって、あ確かにみっちゃん、はい、から9月に入り、おせちの予約や秋の味覚の話題を聞くことが増えてきましたけども、はい、昨日は、来年のカレンダーが並んでいました、さすがにまだ早すぎると思い見ることなく通り過ぎました、でも1年ってあっという間ですね、日めくりカレンダーももうすっかりと薄くなってきましたよと、はい、確かに確かに、今私のテーブルには毎日あるんですけど、はい、もうパラパラ漫画できるぐらいですもんね、そうですねちょっとしたエッセイ本ぐらいですね、うんうん、そのぐらいの、今日横山さんが、はい、今
を出してしまったおみくじを持っている写真です、ね、ああ泣き顔であったなこれな。この今日が出てから本当についてなかったって、はい、うわ嫌ですね。あれあの今日引いてからだよねっていう写真、最初はふざけてるのね、はいはいはい、だけど考えたら半年ぐらい、はいはい、ちょっとついてないよね半年長っ多分引き寄せたのかもしれないですね。そうだよね。いや怖いですね。あとはねゴリゴ30からは畑の作業を終えて車に乗り、はい、エンジンをかけたところで、うん、運転席の窓に一匹のカメムシがへばりついていることに気づきました。おそのうち落ちるだろうと思いそのまま車を走らせたところ、はい、カメムシは微動だにしません。おどこまで耐えうるんだろうと考えながら運転しましたが結局28キロ離れた目的地にまでずっとしがみつき車が停車すると飛んでいきました。おいカメムシの張り付く力に驚きつつ、うん、突然見ず知らずの土地に運ばれたカメムシなんとなく申し訳ないなと思いましたカメムシちなみに俺の車にもへばりついてて、俺の家から会社までっていうのを往復して戻ってきたよ、はいはい、一回気づいたのかもしれないですね。こ会社まで来た時にあれそこ、これでもこのままへばりついてたら帰れるよねってとかここで手を離したら知らないところで飛ばなきゃいけないっていういやそれはカメムシにとってもね大変なことですよね生きていくのも。でも死活問題だよ、ね、そうだと思います、ね、だって餌もどこにあるか分かんないし、全く知らないですもんね、うん、コンクリートとか土とかだってミツバチハッチとかだったらもう違うエリアで、その手でも離して、はい、悠々自適にしようと思ったもんならもういろんなものたちが、そうです、何しに来たんだよとかってすごい言われるからね。そうですそうです、しかもただでさえねなんかハトとかスズメとか多い、うん、このそうだよあ俺にはちょっと餌付けしてもらえないのかとかってカメムシも思うだろうからね。思ってますよ。帰れてよかったですね。でもちょっと頭のいいカメムシだったんで、ね、うん、あとはね、はい、根荷物タイプ。昨日はエアコンの電源を入れることなく気持ちよく寝ていましたが、突如ふくらはぎが小村帰りを起こして目を覚ましました。しばらく小村帰りと格闘してスーッと解消しました。睡眠前の水分不足いやミネラル不足が原因だと今朝調べました。はい、そういえば亡き父も良くなっていたなと思って、そういう年になったんだなと実感した夜でした。あ寝てて突然はちょっとびっくりしますね。でも来るよね。来ますか。グンって足がグングンピーンみたいな、ね、くる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 来たー。あんまり分かった、ま、間に合わんかった、ね、いいってよいいってなるよね。前兆はありますよね。私でも寝ててはないです。歩いてではあります、はいはいはい、ね、でもピーンってなって、はい、でもその歩くのをやめるわけにはいかないからその状態でしばらく歩くんです、はい、そしたら左側もこうなるんですよね。あれ不思議とで両足になっちゃうんですよね、はい、どうしようって寝てる時猛烈に怖いよ。いやなぁ、くっ、いや、ピーン、あぁ間に合わんかった。でも、ほんとふくらはぎがさ、もうひねくり回されたみたいな。いやそう、雑巾みたいに絞られたみたいな気になるの。はいはいはい、はい、もうたまんないよ。いやでも、その、来そうな段階、予防できないんですよね。どうやってもこう、なんか、つっちゃうみたいな、なりますもんね。なるなるなる。ほんと怖いと思う。俺でも今朝さ、はい、7時45分に1回目が覚めたの。おで、はい、7時50分、俺40分45分50分で目覚まし3回かけてるからさで最後の50分で起きるっていうのを実践してんの、はいはいはい、で45分のところ、で消してから多分46分ぐらいに目が覚めてんの、うん、7時、うん、でパッて目が覚めて何にも鳴ってないからさ、はい、目覚ましが、はい、朝だか夜だか分かんなくなったの。あで、あれ7時46、明るい、家に誰も帰ってきてないのかと思って、はい、ってことは晩飯何食えばいいんだと思ったの。で、あれ朝、いやでも俺夜を迎えてないよね、はあ、えどっちって思った瞬間にしばらく頭の中混乱してる時に、はい、携帯が鳴ったの。はん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 、50分の、ええ、で、あ、朝の方か
今8割方ぐらいこれから夜を迎える7時46分だと思ってたなって思って、うん、はい、人ってこんな感覚になる時あるんだなと思って今朝目が覚めた。そうですね、うん、でもそういう季節になってきましたよね。なんかこう日が暮れるのとか、うんうん、日がこう明けてくるのがちょうどそのぐらいの時間になってきて、微妙な暗さというか、なんかいい時期ですよね、その混乱するあれ晩御飯で今日俺一人だったっけってことはピザってことはなんか本当そのぐらいまで思うの当然のように。ピザ、いやでもパンパクったしなと思って、いや朝夜を迎えた俺って本当わずか 2,3 分の間にすごい頭だりハテナが10個くらいあってさでもちょっとその間に御前様喋ったかどうかも一応気にしてほしかったなと思います。本当全然だから夜を迎えてないよ俺は。おやすみなさいって思った感覚がないもん。だから自然に寝ちゃったのかな。でもベッドで寝てるよねとかって本当頭の中分かんなくなる。ちょっとタイムスリップした気分になりますねいやいやでもね、はい、今日も新鮮な話から、はい、タイムスリップしたかのような懐かしい話までいろんな話をリスナーの方々としようと思う週末。今日は9月9日金曜日。今日のメニューです。10時20分頃は映画音楽コーナーです。今週は若手ピアニストの登竜門とされる国際ピアノコンクールを舞台に4人のピアニストたちの葛藤と成長を描きました。今から3年前ですね、2019年公開の日本映画ミツバチと遠雷をご紹介します。はい、今日はピスタチオチョイス、はい、ということでね。はい、どうだったですか。これ女陸さんの小説が原作になってる映画、うん、でもうなんかコンサートを見てるかのような、はい、そんな感性豊かな映画でした、うん、松岡舞ちゃんってやっぱすごいなと思ったね。そうですね、うん、大女優さんですね。そうだね、この間ほら、うん、日本のドン、はい、で門川春樹さんのご紹介の時にスタジオで初めてご一緒させていただいたけど、そのご飯食べるシーンとかさ、あと質問するシーンとかも、はい、メリハリ効いててうまいなとかって思いながら、で若いけど本当ベテランの風格というかさ、安定感あってさ、はい、まあ本当にそういう人に見えてくるよね。うん、そうですね。であとさ、そのピアニストの話、はい、だから、うん、ピアノを弾くシーンっていうのを、はい、こういう時にどういう風に演出するかっていうのは演出側もさ、はい、やっぱ手が弾いていますっていうところから顔に行きたいじゃん、だけど弾けないわけじゃん、はい、もう天才ピアニストっていう設定なのに、はい、弾けないのに体だけこう揺らせると、うん、弾いてねえだろうってもう100人が100人思うわけだから、はい、それをどう納得させるかっていうところのテクニックも、はい、あんだけピアノ弾くシーンがあったら、うん、相当悩んだだろうなと思うね。そうですよね、はい、どうやってと横から撮るかとか正面から撮るかとか、うんうん、映すか映さないかとか、はい、いろいろあったでしょうけど、ね、ちなみに大林信彦監督は映画寂しん坊の中で、はい、おみとしぬいさんがピアノを弾いているっていうシーンがあるんですけど、はい、おみさんの服の中に大林さんが入って、はい、おみさんがいるんだよ、おみさんがいるおみさんの服の袖にピアノを弾く大林信彦監督が手を通して、はい、おみさんの横顔だけ見せて手は大林さんが弾いているっていう。すごい、そんな技術が。はい、だからおみさんの顔をカメラがずっと追っていって指先に行くとピアノをちゃんと弾いてるから尾身としのりさんが弾いてるように見えるんだけど、後ろで二人羽織みたいにして大林信彦監督が弾いている。はい、いやでもそれも考え抜かれたことですよね、はい、すごい単純なことだけど騙されるんだよね、はい、そうですね、はい、二人羽織って言ったらおでんを食べるとかそういうイメージあっちあっちみたいなイメージありますけどそういう映画の世界でも、はい、二人羽織は大活躍するんですね。いやだから俺昨日、はい、そのこの作品を見てて、ね、どっかで絶対二人羽織するとこねつって本当思って絶対やってるぞこれと。弾く側の人がすごいですもん、だって何も見ずにね、こうやってるってこと。前見えないのでやってるんだもんね。いやそうですね、そのあたりの映画の技術とか、はい、撮影テクニックなんかも、うん、はい、楽しめる作品だと思います、はい、今日は10時20分頃の映画音楽コーナーはミツバチと遠雷、ピアノについての映画をご紹介します、はい、そして9時台と11時台にお送りしている御前様会議ですが、今週は夜食の話というテーマでお送りしていきます。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様
では行きましょう。朝の運試し、午前様クイズ。このコーナーは、富士山の提供でお送りします。クイズの正解者の中から抽選で3人の方に、おつまみはもちろん、お好み焼きに入れても最高。呉発祥のご当地珍味、富士山自慢、イカ姿フライゴールド6枚入り10袋をプレゼントします。応募の際には、クイズの答えと、住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。さあ、それでは、今週の午前様会議のテーマ、夜食の話にちなんで、今日は、横山アナウンサーから、問題です。夜食。はい。ですけども、最近で言うと、コロナになってから、ネットフリックスに入りました、はい、ということと、知らず知らずの間にアマゾンのプライム会員になっていたっていう、多分たくさんの方がいると思うんですけど、あれ俺アマゾンで買い物するとなんかすごい早い便で送ってくれる権利を俺は持ってるんだけど、はい、なんでだろう、俺アマゾン会員にならされてるってってことはアマゾンプライムビデオも見られるってこと、はい、あ、見られるねってことは俺はアマゾンの会員になってるのかっていう、払わされてんのかと、はあ、に気づいて、ちょっとわかる気がします。はい、下せんなと思いながらもまあでも権利を持ってるんだったら権利をちゃんと使おうと思ったの で、ね、最近その週に1回か、まあ多い時で、はい、でも平均すると2週に1回ぐらいは夜中の1時ぐらいから夜中の3時ぐらいに向けて、はい、映画を1本見て、で、その間に、横山詣でリスナーの方からいただいた、キャベツ太郎とか、バーベキュー味とか、はい、ああいったなんか、ポテトチップ系とかを持って帰って、はははは、で、食べながら夜映画を見ると、いう楽しみを味わってます。はい、はい、はい。で、その時に、その夜中の1時から3時ぐらいよ。で、まあビールも飲んでとかするんだけど、はい、あー、そうか、夜食って、ここ気をつけなきゃいけないね、って思ったことがあります。はい。それは一体どんなことでしょうかが今日の問題です。はい。河村くん。まあ1時から3時まで、うん、ポテトチップスとかスナック菓子を食べて、はい。食べます。で、まあその後、寝るわけですよ、河村さん。寝ます。で、朝起きる。うん。朝起きた時に、うん、まあまあの確率で、はい。唇にクズがついている。ちゃんと顔も洗いますし、なんなら糸用事してからの歯磨いて、あと、ベロ磨きをして寝ないと、次の日にもう、バーベキュー味とか、キャーベツ太郎みたいな香りが自分からすんの。ちょっとそれは、ちょっとですよね、うん。そうでしょうね。で、次の日の朝、あんだけ歯磨いて糸用事もしたのに、ちょっとだけ海苔がある。キャベツ太郎の海苔がまだあったかって思うんだよね。それ絶対キャベツ太郎ですね。結構ありますもんね。あのちっちゃい海苔がまぶされてるんですよね。これ間違いなくキャベツ太郎の海苔だよねって思うのが出てくる。あんなにやったのにさ。はい、わかりました。河村くん。よくよく考えてみると、うん、キャベツ太郎とバーベキュー味しか、はい、うん、コロナ禍で食べてない。相当な選択肢のなさだよね。ブルペンにピッチャーが2人しかいないみたいな、もうどっちかしかいないみたいになるよね。でも一時期はほらうまい棒がもうひたすらあったりとかさ、そうですよね、したからもうとんでもない量うちにあるっていう、はいはいはい、下手な駄菓子屋さんよりもありますよっていう時があったりもしたので、はい、それを袋ごとテレビの前持って、リビングのテレビのとこ持ってってさ、さっ、ああ、ザッ、ザッつって、はい、でお菓子の山みたいにそっからカカッと探して、はい、で何でも食べていいですみたいな、はいはい、上級すんの最高ですね。そうものすごく豊かな時間、はい、幸せ。はい、わかりました。河村くん、もうネットフリックスに入ってから、はい、もう何百本といううまい棒を横山さん食べてきたわけです、うん、食べてきましたね。で、ある日気づきました、うん、そのうちの一本が、ね、開けてみたら、うん、ペンライトだった。で、すごい、すごい軽さ。軽量が、軽くてもう気づかなかった。意外と当たりがあったっていう。ああ、だったらこの間24時間テレビの加山雄三さんの最後のサライの時にこうやって、桜吹雪の。そうですね。紫は明太子味です、みたいな。
明太子味だよね。でもね、そうですね、私今までコンポタが好きだったんですけど、はいはいはい、そしてやっぱ明太子味に変わりました、ね、明太子だよね。カレーなき今は、チキンカレーなき今は、うんうん、そうだ、チキンカレーなくなったからね。なくなった、海苔塩になっちゃいましたからね。うん、そうだね。海苔塩ちょっと硬いんだよね。ザクザクしてるんですよね。そうなんだよ、ちょっと食感が違うんだよね。そうなんです、いいんだよそんなことどう。さあ、私横山、はい、ですけども、多い時で週に1回、はい、で少なくても2週に1回は、うん、ネットフリックス見るとかアマゾンプライム見るとかつって、夜中1時ぐらいから3時ぐらいまでにかけて、はい、映画を1本見ます、はい、でその時に夜食でリスナーからいただいたスナック菓子をボリボリ食べます、はい、見るの見ながら、その時にあーそっかー、夜食ってこうなんだよなーって思うことがあります、はい、それは一体どんなことでしょうか。皆さんからの予想を待っています。すべてのコーナーへの宛先はこちら、ファックスは 082-221-3300 082-221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス、午前アットマーク RCC.net、 アルファベット小文字で GOZEN@RCC.net です。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで、答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ、このコーナーは富士山の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様、 RCC 本社第2スタジオから金曜朝の一笑い、あやなぞかけ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 られなかった、日のことも考えて何倍にもしてかけてください。今週の午前様会議のテーマが夜食の話ということで、夜食に食べる鍋焼きうどんとかけまして、新婚さん届きます。その心は熱々ふっふー。早い、まだ夫婦まで行ってない。はい、了解しました。はい、わかりました。はい、立った方立っていきますよ。はい、じゃあ、はい、入れました。誰からの指示があるんですか。はい、入れました、 OK ですよ。熱々夫婦ということで、はい、今日も元気に面白く横山エイジと川村アナの2人がお昼11時40分まで生放送でお送りします。勉強になったな。天気予報、このコーナーはコインランドリー三冠王の提供でお送りします。はい、今広島空港に、飛行機が到着したんですけど、はい、もう秋の空に飛行機ってもう絵はがきみたいな、そうですね、はい、景色が広がってますけど、はい、もう鱗雲になってるなと空が思いますけど、うんうん、今日はどんなお天気でしょうか。聞いてみましょう。音富士さん、はい、おはようございます。おはようございます。音富士さんってファンファンフェスティバルから初めて？はい、初めてです。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？あ、もうと、あ、そうですね、寿命縮まるかと思ったんですが、はい、たくさん歌えてよかったです。今とっくにもそんなことは忘れましたで、ね、いそうなんですよ。いや、水曜日には話したなと思ってすみません。そうだよね、うん、そうですね、そうだよね、金曜日で初めてってことないよね。そうですね、はい、そんだけだからインパクトはなかったと。いや、消し去ったってことですね、記憶から。いえ、喋ったっけなと思ってちょっと喋りましたね。いや、はい、でも音富士さんね、はいはいはい、大活躍でしたからね。いや、本当本当、うん、なんか後からね、はい、なんかもっとギャラくれとかでごねたらしいです。何も言ってませんよ。もっと金くれ、何も言ってません。ダンス分もらってないとか。いやいや、歌までの話は聞いてたけど、ダンスはもらってないから。あ、そうですか。いやいやいや、もっとくれです、まあ、急遽ですから、サービスということで、はい、雷が落ちて、心を手を閉じ。今日のお天気どうでしょうか。はい、今日も穏やかに晴れそうで、特に西側ほど晴れやすくなりそうです、はい、大陸から乾燥した空気を持つ高気圧に緩やかに覆われます。晴れ間の広がるところが多くなりそうです、はい、ただこの高気圧が県内より北側の日本海を移動しています。なので高気圧から吹き出す風によって湿った空気が東から入ってきそうです、はい、ですので現在近畿地方や山陰の鳥取を中心に雨が降っています、午後になると美北や南東部など東側のエリアで多少雲が増えてきそうです、はい、まあ、中国山地沿い一部ですが雨のぱらつく可能性もありそうです、はい、西側のエリアは晴れたり曇ったりですので晴れる時間が長めです、はい、
日中の最高気温は南部で32度、北部で29度と昨日と同じくらい暑くなりそうです、うん、日中の降水確率は 0% と広い崩れはなさそうです、はい、また台風12号が昨日発生しました、うん、フィリピンの東にあって発達しながら北上する見込みです、はい、このまま進むと日曜日から月曜にかけて石垣島などの先島諸島に近づく可能性が出ています、はい、高気圧が本州あたりでは強いので週明けはそのままさらに北へと向かっていくような予想が世界各国の予想で広がっています、うん、まあ、県内その代わり湿った空気は流れ込むので週末雲が多めです。特に明日土曜日は日中弱い雨があちこちパラパラと降りそうです。おい、特に明日満月の中秋の名月になるんですが、まあ、雲の切れ間からこう、ね、月を探すようなそんなお月見になりそうです。はい、明後日日曜日も北部を中心ににわか雨がまだありそうですが南部は晴れ間も戻ってくるので日曜のカープの試合はできそうです、うん、はい、来週にかけても朝晩日中ともに平年より気温の高い状態が続くのでしばらく蒸し暑くまたなってきそうです、はい、これでも週に1回ぐらいのペースで台風がまたできつつあるけど、まだまだその油断できないというか予断を許さないですね。そうですね、例年平年値でいうと25個ぐらい毎年できているので、はい、今が12号となるとまだまだできるのかなと思いますね。そうだね、もう鈴木誠也は抜かれたからね、もうね。でも5はそうでもね、そうですね、台風に抜かれるのかよとか。まあでも喜ばれるのと喜ばれないとですからね、うん、そうだね、違いますね、はい。ってことはこの週末はちょっと雨模様のところ、ちょっと傘持ってお出かけになった方がいいなって感じなんですね、はい、そうですね、明日土曜日は折りたたみ傘持っておいた方がいいのかなと思うので、うん、ちょっと私も土曜日イベントとかちょっと参加してますんで、はい、傘持って皆さん来てください。あれ、なんか宣伝したいみたいな感じが。どんなイベントですか？そうです、西区のレクトで防災イベントやってますので、ぜひお願いします。そうですか、俺も明日映画愚か者の舞台挨拶ぶつけに来た、うん、ちなみに今日の夕方夜もはい、クレーでクレポコロシアターで愚か者のブルース宣伝合戦やめてください。舞台挨拶があるんですか？お父さん何があるんでしたっけ？防災イベント、キスさんとちゃんとやります。俺も明日愚か者のブルース舞台挨拶がありますので混乱しちゃいますリスナーの方が今何か目立った曲や中報は？はい、中報の発表はありませんので良い週末をお過ごしください。はい、わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。天気予報は音富士さんでした。ラジオネームケブカコさんです。はい、娘が赤ちゃんを産み退院してきました、うん、私ができることは家事を手伝うことぐらい、せっせと惣菜を作っています、はい、孫も可愛いですがやっぱり我が子が一番可愛いのです。あ、多分もうちょっとしてリアクションとかすると本当に孫の方が可愛いっていうねそうですね、成長とともに、うん、ほぼ 100% の人が言うよね。うーん、俺まだ全然わかんないんですけど、はい、どうっつったら、いやー責任がないから可愛いよねって大体言うよね。距離が多少あるから、うんうん、自分がこう育てるわけでもないし、うん、みたいな言いますよね。俺もし孫とかを預かることになったら、はい、そのなんかお嫁さんとかいるわけじゃん、はい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 、とかそのお婿さんとか、はい、とかに内緒でもずっとチョコレートとかもうずっとあげ続けて俺だけがそれを与えるか俺にだけなびくみたいな。怒られます絶対。なんかな、全然食べなんか、はい、お父さんに任せてたら全然食べないんですよ。本当俺何にも食べさせてないけどな。やばいやばい。僕の作文。私の作文。このコーナーはもみじ饅頭の錦堂の提供でお送りします。さあ今週は尾道市立久保小学校の皆さんが登場。今日は6年生吉岡亜美さんの作文、タイトルは水泳を通して学んだこと。水泳を通して学んだこと。久保小学校6年吉岡亜美、今年は3年ぶりに水泳の授業をしています。今年度は水泳の授業がありますと聞いたときは、これまでに一度も泳げたことがないから嫌だなぁと思いました。そのことを友達に話したとき、少しでもいいから頑張ろうと言ってくれました。その言葉を聞いてちょっとは頑張ろうと思うことができました。水泳初日は溺れたらどうしよう、やっぱり泳げないかもしれない
など不安がありました。でも水に触れていくうちに少しずつ不安な気持ちが、頑張ってみよう、少しは泳げるかもしれないという気持ちに変わっていきました。するとこれまで全然できなかった毛伸びやバタ足が少しずつできるようになってきました。できるようになってくると不安な気持ちは消え、楽しい気持ちになったり達成感を感じたりしました。そしてこれからもっと練習して、いつかクロールを泳げるようになりたいと思いました。水泳の授業を通して苦手なことでも自分が一生懸命努力すれば少しずつでもできるようになることを学びました。これからも苦手なことがあっても諦めずに最後までやり抜きたいです。なあ、アミさんでも声出てますね、うん、教室とかじゃなくてもうこれ広い体育館のステージに立って、うん、みんなに向かって発表してますぐらいの声の出方だなと思いました、はいはい、うん、そうだ ね, ね作文の内容もだって水泳の授業、うん、だんだんできるようになって海でたくさん泳いでみたいっていうのが今、はい、なんかあの自分が嫌だなと思うことに向き合ってる、うん、でその未来を自分が、現在の自分がその見つめてエールを送ってるみたいな感じがすごくして、はいはいね、確かに、ああなんか大人だなというか、うん、俺たちよりもしっかりしてんなみたいな、ね、気にさせられる作文だったよね。はい、今週は尾道市立久保小学校の皆さん、今日は6年生の吉岡亜美さん、水泳を通して学んだことをお送りしました。来週も学校は変わりません。月曜日は5年生の大村芽衣さんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。御前様会議、今週は夜食の話でお送りしています。はい、ラジオネームウルトラマンタロチさんです。うん、僕にとっては深夜2時半頃から食べ始めるカップ麺が最高です。はい、僕は交代制の深夜業をしています。うん、仮眠から起きてすぐに食べ始めるビッグサイズのカップ麺が胃にずしんとくる感じがたまらないこと、はい、朝までしっかりお腹を満たしてくれていること、うん、僕が麺類大好きであることから今は欠かすことのできない夜食になりました。はい、ネックなのはラーメンから漂う香りで、うん、同僚からはしばしばこの時間にその匂いは犯罪だなどと言われますが、うん、これだけはやめろと言われてもやめられません。ああ、俺この間夜中に伊丹十三さんが監督したタンポポっていう、はい、ラーメンウエスタンって言われた宮本信子さんが美味しいラーメン屋さんを作っていくっていう話見てたけど、はい、もうたまらなかったです俺なんてこの時間にタンポポ見始めたかいや確かに、ね、最後山崎勤さんとかさ渡辺健さんとかもうみんながさラーメンガーッいやもう食いてえラーメン食いてえそれを見てる間に多分3つぐらい食べられそうですね。いやすごいですね、夜中のラーメンの誘惑半端ないよね。重さ本当に、いやそうですよね。俺さミュージックソン、はい、やるじゃないで24時間自分がやんなきゃいけなかったり、うん、する時に朝起きてでちょっとだけ仮眠するじゃない、はい、でそっから起きてそう朝食が置いてあるとこ、ケータリングが置いてあるとこに行くじゃない、だからちっちゃいさどん兵衛、はい、すっごいちっちゃいどん兵衛とかチキンラーメンとかちっちゃいのがあるの、はい、あれを食べた時にミュージックソンの朝だなって思うなかなか独特の感じ方ですねああ今年も12月24から25になったか、はい、うんうん、ミュージックソンの朝だって必ずもうあのちっちゃいどん兵衛食べたらメリークリスマスラジオネームもなかさんです。はい、ファンファンフェスティバルに一緒に行った孫娘とは、うん、横山万博にも一緒に行きました。はい、横山さんと御前様シスターズを見た途端、うん、ねえねえばあばあパキッと折る光るやつはないのと孫娘が言いました、うんうん、横山さんが自腹で用意してくださったあれのことですね、はいはいはい、少女の心に印象深く刻まれた思い出になっていたようです。ありがとうございました、うん、いやもしねそうだったらね
あの寄付していただくっていうことも可能だったんですよ今回も。寄付、横山さんがあの時にすごく子供たちの心を明るくしてくれたので、はい、今度は私が買うことにしましたみたいな。今度から横山さんのイベントには光る棒は私が必ず準備させていただきますみたいな師匠な心があってもよかったんじゃねえのかって。いや、それ師匠な心って言うんですか。なんかあれじゃないですか、こう子供がすごい楽しみにしてたのに、あの今回は準備されてなかったみたいですね、うん、みたいなことでしょ。うん、そんなことないですよ。私が買うことにしましたって、どうぞ皆さんどうぞ光る棒をどうぞ光る棒をどうぞとかって。いやいや、どんな存在になりますかその方。ちょっと怖いですよね。光る棒突然渡されたら。でも本当に一番光ってるのはステージにいらっしゃる横山さんですよ。どうぞいいいい。午前様様、さあ10時になりました。今日は皆さんから季節のお便りもたくさんいただいておりまして、ラジオネーム勝太郎さんです。夜の寝苦しさがなくなったことや、虫の鳴く声で秋を感じますが、空を見上げても秋を感じる季節になりましたね。今日ゴミ捨てに行こうと外に出て空を見上げると、もう秋の雲が浮かんでいました。雲の形が変わってくると秋を感じます。それと朝ゴミ捨てに行ったり、洗濯物を干したりするだけで汗だくになり、出勤前にシャワーを浴びてから着替えていましたが、多少動いても朝から汗だくになることがなくなりました、うん、やっぱり空気感や気温が秋になっているんですね。そう、小豚一号さんも昨日空を見上げたら鱗雲でした、はい、朝晩は冷えてきましたし、本当に季節を感じます、うん、サンマが食べたいなぁと思うのですが、年々価格が上がってきているような気がします、はい、15年前ぐらいは新物でも100円で販売されていたのになぁ、うん、家族分買うとなるとなかなか手が出せないと思っているのは私だけなんでしょうか。いやいや、もう今その高いとかサンマ高級品ですからね。ねえ、はい、気持ちよかったですか外。そう、気持ちよかった、うん、走っても汗もかかないし、はい、あと横山モードでまた大量のキャベツ太郎。すごい、30個入ってますね。ちょうどいいサイズが。あとはこっちもお菓子をいただきました、はい、あとちょっとなんか最近私調子に乗ってるんでちょっと反省文書いてきましたって。反省文反省文、リスナーに俺反省文もらわなきゃいけないの。ファンレターフードボードだからさ、横山ナイトとか、はい、あとはほらミュージックソンとかみたいな寄付関係なんだと思って、ね、あ、預かるねったら、いや違います、私最近ちょっと調子に乗ってたんでちょっと謝罪深いできましたって。知らねえよ。必要ないですよそんな縦書きでね。しかもね、横山裕二様っつって。いいんです、いいんですね。そう、調子乗ればいいじゃんっつって。こっちが調整するからさっていうラジオネーム猫耳おやじさん、はいはい、来週いよいよファンファンフェスティバルのアーカイブ配信が始まるんですね、うん、昨日の午前様通信の音声ダイジェストを聞いただけでも当日の興奮が蘇りました、はい、特典映像や舞台裏の模様などが追加されたアーカイブ映像を見るのが今から楽しみです、うん、はいはいはい、いっぱい来てるよこっちも、はい、三つママから、はい、ダイジェスト短い時間でしたが雰囲気が伝わって楽しみました、はい、笑って笑って最後は拍手をしていました。オンライン配信では用事で見られなかったところがたくさんあったのでアーカイブを楽しみにしたいと思いますとか、はい、あとはさつきが丘の小島からは、笑いあり感動ありの3時間、はい、あっという間に終わりましたね。午前様シスターズの歌やメビウスの歌に感動したり、本当に午前様という番組はリスナーやパーソナリティが守り続けてきた番組だとイベントで分かった気がしました、はい、これからもイベントがあったら参加したいと思います。 ありがとうございます。ヤタガラスからも横山さんの多才ぶりにファンファンフェスティバル感動しました、普段から横山さんは広島で生まれ育った私なんかよりもよっぽど広島に詳しく広島を愛してくれているように感じていますが、改めて横山さんが広島に来てくれた、それがいいことだった、幸せなことだったと思いました。ありがとうございます。今日地元呉で愚か者のブルースの先行上映で横山さんの舞台挨拶があるのに仕事の都合で間に合わないので明日は行きたいと思っています、はい、サインをもらおうと思っています、うん、ということで、はい、そして今日映画愚か者のブルース、今福山で上映してますけども、今日から呉でも上映がスタートということで、今日私夜の5時半の分、
上映が終わった後、はい、トークショーとサイン会やらせていただいて、はい、明日も、お昼からの分、はい、が終了後上映、うん、クレポポロシアターで舞台挨拶とトークショーやらせていただきますよ、ね、ということです。地元の方もねぜひ見ていただきたいですし、クレイに、ね、あんまり行ったことがないよという方もね、はい、もしかしたらもう本当にクレイって美味しいものもいっぱいありますから、うん、クレイをいろいろ巡ったりとか、いやすっごい悩んだのよ、今日の夜その舞台挨拶するでしょ、で終わるのが7時とか8時なのよ、はい、そのトークショーとか、はい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 、でサイン会とかするから、そうです、で次の日もお昼からでしょ、だから泊まろうかなとかって思ったの、いい時間ですよね、うん、だけど、うん、泊まって、うん、調子に乗ってクレで飲んで、なんかあった時に、うん、ほらねってこうちょっと馬様みたいに、いやいやいや、ちょっと馬様みたいなやつになるのがちょっとやばい、俺調子に乗っちゃうかなとかって思って、はい、うん、馬様そんな扱いされてないですよ、一回帰った方がいいからと思ったけど、はい、ひょっとして万が一なんかあったら泊まりますけど、ああああこれ止まるんだろうな楽しんでくれって本当にいいとこなんだよ、いいとこですよね、だから昨日も、はい、あの伊賀餅の紹介を、はいはい、ラジオがしてくれたりとか、そうじゃん、だからもういろんなさレンガ通りだけでも楽しいし、はい、レンガ通りから外れたその海上自衛隊があるところも含めて、もうここしかないっていうものがあったりとか、うん、それこそ佐世保バーガーうまいとこがあったりとか、うん、もうそのフライケーキあったり、もう何、はい、でもあるわけじゃない、だからもうさこんないいとこでお店もおしゃれな店がいっぱいあるんだよ、いっぱいあります、で昔ながらのとこもありますね、で屋台もあるしさ、はい、だからいやいやクレの人はさもっとクレの良さをアピールすべきだよっていう話も今日トークショーでやらせていただこうと触りだったわけですか、うん、思うんで商工会議所の方とかもういろんな方々もう上の方とかも、ちょっと横山さんの街づくりについて伺おうみたいな感じで来ていただいたらいや違いますよ、全然違いますよ、そうなるとまたちょっとね肩肘張った話になっちゃいますから、うん、そうですよ、でもねえ、なんか潜水艦がね、うん、行くところとか大好きです、私でもほらあそこでしか見られない、街づくりを変えるっていうのはね、よそ者バカ者若者っていうのよ、お俺これ全部入ってます、そしてそこに愚か者っていうのが入ってますからもうぜひね街づくりのトークを今日やっていきますね、怖い怖い弁が立ちすぎて怖いクレの皆さんお待たせしました、今晩そして明日のお昼クレポポロシアターに横山が、はいはい、街づくりのアイデアを授けにやってきますよ、いいいいクレはそのままでいいんですもうその何も変えなくても本当に素敵な街です、あなた方の街にはすごいポテンシャルがあるそれがねうまく使ってないんですよ地元の方は、私が愚か者がどうしよう、うさんくさいな、なんかそうクレをね褒めたたえに、そうですね、伺うわけですね、すすすいやでも羨ましいです、クレポポロシアターでお待ち申し上げてます横山さんに会いたい方はぜひあと福山駅前シネマモードで福山の皆さんも福山もね、いい街ですから、福山はさ映画祭とかをやっぱやるべきだと思うんですよ、何気に映画の街なんですよ今、ものすごいいっぱい映画が来てるんですよ、でほら尾道とかさ、ああいったところがちょっと有名だけど、はいはい、実は福山もすごくって、で福山で映画祭やってさ、レッドカーペットを、あれをデニムでやればいいんだよ、ああうん、ほらこういうことがあんのよ、横山でアイデアいっぱい待ってます、いや悔しい、街づくりを変えるのね、若者バカ者愚か者横山でございます。変わってる変わってる。横山でございます。愚か者のブルースです。恐ろしいですね。私この調子でいったらアナウンサーやめます。発売間近です。トークショーもあります。つながりすぎてすごい。でもアーカイブ配信の、はい、今編集中の、うんうんうん、映像を昨日ちょっと黒本さんに見せていただいて、はい、見てみてって言ってもらって、うん、で実はその特典映像だけじゃなくて、最後幕が降りた後、手島さんに向かってリスナーの皆さんからこう万来の拍手が起こったっていう一場面があったっていう、みんなが聞かなげたりとかするんですか、聞かなげてないです皆さんがそんな風に拍手をしてくださったっていうのを聞いてて、私も見てみたいなと思ってたんですけど、その場面もきっちり抑えられて入ってましたから、でも私が手島さんから聞いてた印象と実は違って、おうおう、私が聞いてたのは手島さんから直接、うん、手島さんってそのイベントの最中は客席の一番前のど真ん中で私たちにこう指示をくれてたんです、ね、大した指示出さなかったよね基本はずっと iPhone で写真撮ってるっていういやでも大量の写真次へぐらい大活躍でした次へと写真係っていうので
で終わった後幕が降りた後に、うん、手嶋さん振り返って、はい、で真ん中の客席の方々に向かって、うん、ちょっとこういろいろバチャバチャしてちょっと邪魔だったですよねすみませんでしたって頭を下げた。髪の毛がバチャバチャしていてすごいじゃん、坊主にしていけばよかったね、髪の毛をすごい増やしちゃったものだから、うん、この髪の毛でちょっと見えなかった申し訳なかったですね、まあ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 、みたいなことです。わちゃわちゃしてすみません、まあ、それもありますよね、まあ、ドラムの石井さんとそっくりだったっていう一場面もありましたけど、ね、でそしたら、うん、この一部の方がまず拍手をしてくださって、そしたらその拍手がこうバーッと広がっていって、うんうんうん、広がっていって、はい、で手嶋さん本人の気持ちとしては、うん、なんか申し訳ないなというかちょっとなんかすいませんみたいな、はいはい、もじもじみたいな感じだったっていうのを聞いたんですよ、うん、おー、でもアーカイブ映像見てみたら大手を振ってこうあーみたいな、もう最後の最後手まで振っちゃって、なんならその前の席の人だけじゃなくて一番最高列の人に向かってぐらいの勢いで、手嶋でーすって総合映像手嶋でございますみたいな、そうですそうです、ファッションショーで最後出てくるデザインだったような感じだよね。しかもその広島の空が流れてたんですよ、うんうん、で最後ラララララの段階でスポットライトがバーンって手嶋さんに当たってで手嶋さんこう手を振るみたいな、あれ話すと違う話すと違うね、全然違います、だからあーなんか気持ちよかったんだろうなってだからぜひこれ見てほしい。あ、そうだね、アーカイブ映像で、うんうん、はい、だって俺たちが今預かってるのは、はい、そこ切られてんだよね。そうなんです、自分たちが出て幕が降りたところで全部映像が終わってんだよね。ありがとうございましたなるんです、ね、はい、そういった裏のところとかも、はい、あと楽屋で何してたかとかもいろんなものが付け足されて、はい、まあ、4時間超えになるぐらいの映像らしいですよ。はい、そうですか、はいはい、まあ、たっぷりになりますから、うん、ぜひぜひお楽しみにお待ちください、ね、来週にはきっとお伝えできるかと思いますので、うんうん、はい、はい、いやもう宣伝しなきゃいけないことが目白押しでね、そうですね、大変なんですよね。そうですよね、うん、アナウンサー辞めてられないですね。本当ですね、喋ることも辞められないですもう週末のたんびいろんなとこ行って喋って、でオンエアでも喋って、はいはい、でオンエア中にもちょっと週末に向けてこういうことがありますよとかで喋ってたらさ、で途中に音藤が自分のイベント入れてきたらもう全員がさ、もう我が、そうですよね何分時間があっても宣伝が足りないって本来のとことは全然違うっていう、それでも聞いてくださるからね、本当に温かいリスナーさんですよね。でもリスナーの方も、はい、多分なんかこう季節も変わってきて、ちょっとこうアクティブに動きやすくなったから、だまあまあメールが増えてんだよね。そうですね、今日話題が本当に多岐にわたっております。はい、で初めての方とかも、はい、なんでこれを初めて送ってこようと思ったんだろうっていう方がさ、ね、これラジオネームない。お、川村さんへっていうこと。はい。でも初メールなんで初めてメールします。わー、ありがとうございます。昨日の放送で、川村さんが前歯の神経を2つ抜いているっていう話をされていましたけども、はい、私は歯並びが悪く、前歯が虫歯になり神経を抜きました、はい、数年してちょっと冷えたピザを食べていたら前触れもなく前歯が折れました、天使川村さんが歯抜けになるのは心配です今は私差し歯になっても10年ぐらい経ちますけども、はい、もう川村さんの前歯のことがもう気になって気になってっていう発明はー、ありがとうございます、うん、はあ、この心配はあなたがしなくても歯医者がするっていうそういうことですよね。ねえ、でも確かにもうでも 3、4年4年ぐらい経つんですよ、うん、はい、前歯をこうかぶせてから。あ、はいはいはい、でも土台は実はあってちゃんと、うん、そうだね、差し歯だからね。そうです、そこにかぽって、うん、まあ、でも歯が万が一取れた時もまたつけてもらって歯医者復活戦っていうぐらいですうまい、うまい。つければいいだけの話。あと、沢ちゃん。はい。これも初メール。お、大阪から聞いています。いや、リスナー歴3年です。バス会社で運行管理をやっています。まず遅くなりましたが、放送5000回おめでとうございます。ありがとうございます。現在、大阪からですが、出身は広島で。子供の頃は、日曜日は家族でお弁当を持って車で出かけ、宮島に行くか、平和記念公園の芝生。今は立ち入れませんが。で、ランチという感じでした。ラジコプレミアム会員に登録し、カープ中継に加えて、ローカル放送も聞こうとチューニングしたところ、偶然にも午前様様の放送中、河村さんのすごく通るいい声に魅了され聞き始め、はい、横山さんの多才ぶりにも魅了され聞き続け、はい、今日に至っております。はい、
いつかは横山詣で、横山さんのサインをもらって一緒に写真を撮りたいというのが夢です。希望が叶えられますようにどうぞよろしくお願いしますと。嬉しいです、ありがとうございます。出会いから書いてくださってんだ ね。でもね、御前様はね、その県外のリスナーっていうことを優遇しないっていうことと、ツイッターを無視しているっていうところがあったりとか、うん、なんかその辺がね、やっぱその県外のリスナーの方、ちょっとツイッターもフォローしてるんですけどとか、もうラジオ聴きでしても3年ですけどとかって、いやうち20年やってますからみたいな話ですよね。でもね、広島出身でね、ふるさとを感じるためにもずっと、まあ、ふるさと捨てて向こうに捨てた、出ようと思って捨てたわけじゃないです、沢ちゃん様。いつかはね、横山モデルにも来てくださるってことですから、うん、その時は楽しみに ね。横山モデルじゃなくてイベントとか来ていただいて、あとアーカイブ売ってますんでした。それはもちろん、見ていただけるんで、見てくださるはずです、うん、そうだね、ぜひ、ぜひぜひ、あれだったらアーカイブ何本も買っていただけるいらアーカイブは何本も一番いらないです。5本注文お願いします。期間変わんないですから、年末にちょっと多めに7、8本ちょっとアーカイブ一人一回で大丈夫です、十分です、ありがとうございます。最後の時間になりました、御前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいということで、今日は私から夜食の話で問題を出しましたが、はい、週に1回もしくは2週に1回ぐらいのペースで、夜中1時、はい、上映スタートぐらいのイメージで、3時ぐらいまで映画を見ます、はい、でその時にリスナーからいただいたキャベツ太郎とか、バーベキュー味とか、ポテトチップとか、はい、スナック菓子を食べながらビール飲んで映画1本見て、ああいい一日だったねーとかって楽しみますが、その夜食を食べている時、スナック菓子を食べている時に、ああそうかーと気づいたことがあります、はい、それは一体どんなことでしょうかが今日の問題です。ラジオネーム兵具屋さんです。はい。翌朝部屋に匂いが残っていて罪悪感がすると。ああ確かにキャベツ太郎はね、残る。残りますね。キャベツ太郎と UFO。UFO 間違いないです。あのなんかちょっとソースみたいな。ソースっぽさが残ります。そうだね、ソース系残るね。残ります。だからお好み焼きとかもやっぱ残りますし、鉄板とソースの香りというか、ね、ありますよね。あるね、キャベツ太郎は。あれ誰かキャベツ太郎を食べたな。かもしくは、あれキャベツ太郎が来たな、と思って。横山さん、おー、太郎です。お前いつぶりやーみたいな。横山できました。家にやってくるんです、キャベツ太郎、太郎です。うわすごい太郎、そしたら一郎です。なんか一郎や三郎はどこにいるんだいとかつって探しちゃう。七子ですみたいな。いや女の子はみんな来るんだよ。ここ霊界の入り口みたいな。キャベツ太郎族、はい、キャベツ太郎は来ますよ。匂いが、そうですね、匂い残りますよね、うん、味はとっても匂いは残る。ラジオネーム花桃マカロンさんです。はい。夜食で塩分を取りすぎると顔がむくむので、うん、あ、気をつけなきゃなと思っているのではないですか。大体でもそれをやるときって、はい、明日はもう昼からとか、うん、夜からですとか、あとはもう休みですみたいな時にやるので、だからもうむくんでもいいんですよ全然、はいはいはい、それは全然構わないんですよ。そうですね、はい、でも一番いい休日の迎え方ですよね、うんうんうん、前日の夜からっていうの。途中もうキャベツ太郎を食べてバーベキュー味食べてもうダメだ、ラーメン食おうとかって本当思う時あるの。はー、もういい、もう一本ビール開けて、もうだって明日ねえもんなとかって思うから、すごいです。で夜中5時ぐらいまで、だから、うん、もう一本見ようとかと思って5時ぐらいに、本当に気分が悪いんだけどとかって思いながら寝る時がある。楽しんでますね、うん。外が明るいとかと思いながら。ラジオネーム味噌太郎さんです。はい。食べたはいいけど片付けがめんどくさいと思っているではないですか。あ、俺ね意外と食べた先からどんどん捨てていくんですよね。おー、ためないんですよね。はいはいはい。だビールも飲んだ、うん、潰す、ええ、で水入れるぐちゃぐちゃってする、はい、でここ缶のとこにコロンってやってまた戻ってくる、はあ、あーちょっとお茶入れる、うん、コーヒー入れるか、もう一歩行くか、どうするみたいなのも一個一個でとりあえず終わらせるんですよ。溜めたりしないの。はい、私も嫌なんですよね、うんうん、途中で止めるっていうのが、はいはい、そうです。だからもう食べたそばから洗いたいし、うん、そうそうそう、で食べ終わったそばから捨てたいし、うん、俺もだから食べ終わった中見たない、台所行くくちゃ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 ってやって潰すゴミのとこ置く、はいはい、手洗う、こちょこちょこちょこ
くよくよってやつながらずっとまた見てるみたいな。その間結構ストーリー進んでそうですね。続いてラジオネーム Y 君さんです。はい。リモコンやスマートフォンをいじるので、うん、手が汚れない夜食にすればよかったといつも思っているのではないですか。あ、その見てる間は、はい、もう携帯触らないです。あ、はい、しかも夜中1時から3時ぐらいだから別に、はい、で俺家帰ってから携帯あんま見ることないので、あんまりその依存してないから、はいはいはい、あ、いいですね、どうってことないですね。いいですね。うん、今私とかもだってもう家に帰ってもずっとスマートフォンいじってるぐらいの、見てますよ、ね。俺スマートフォンいじってるならもうチンチンいじってる時間の方がよっぽどないです。いや、そこに持っていこうとは思ってない。ゲッツ。なんでゲッツ。どういうゲッツですか。何をゲッツか分かんないです。家でスマホいじってるよりもチンチンいじってる方が全然長いです。そうですか。ゲッツ。ごめんなさい、繋がらないです。ほら、二人ともなんかすごい苦虫を噛みつぶしたかのようにご覧になってますから、今サブで村山さんもダンディもらい事故。本当にこんな使い方じゃないよ。そうですよね、うん、大事なギャグですからね。ラジオネーム鬼人暗鬼さんです。はい。横山さんが日々の夜食で思いついて確かになと思ったこと。夜食を食べた翌朝は異常に空腹で目覚めてしまう。ああ、二日酔いの日の次だから二日酔いの日か、はいはいはい、すごい飲んだ次の日どんなに食べてもなんとなく何か食べたいと思ってます。あー、でもそうですね、うん、なんか胃が大きくなってるのがずっと続いてる、うんうん、ちょっとバカになってるよね。そうですね、脳みそがなんか食べてよってすごい言ってて、はいはいはい、で気がついたら近所のうどん屋さんで、うん、カツ丼とカレーうどん買ってきて、うん、1,400円分でまた食べておかしいな、俺おかしくなってんなと思って。そうですよ、ああいう時あるよね、うん、それが続けば続くほどブクブク太っていっちゃいますね、うん、そうなんだよね。どっかでリセットしないといけないですね。あれさ、体重は変わんないのに、はい、もうこの2年半さ、ウォーキングするのが当たり前みたいになってるから、ウォーキングしなかったりするじゃん、はい、ちょっとやっぱ体重変わんないけどむくんでるよね、うん、そうですね、うん、やっぱ顔につくんですかね、うん、なんかこう不健康なブヨブヨ感があるよね、はい、うん、そうなんですよ、不思議ですよね、うん、あれもね、はい、もう全然変わんないんだよ、はい、太ってるわけでもないんだけどなんかこうたるんでるというか引き締まってないというか、うん、だらっとしてるよね、あるよね。そうですね、うん、お肉のつく場所が変わってきますもんね。はい、じゃあこれ最後です、はい、ラジオネーム永遠の二十歳さん。横山さんが夜食ってこうだよなと思うことは、うん、キャベツ太郎のようなスナック菓子は自分の周りが粉だらけになり、はい、パッパッと払って布団に入らないと布団の上がザラザラになるんだよなぁと思っている。ごめんなさい、俺ね実はものすごいそういうとこ細かいんですよ。すっごい細かいんですよね。ですよね、はい、うん、なのでもうこぼれてもいいっていう状況の T シャツに着替えてます。でその T シャツの裾を持ってはいはい、絶対にカーペットとかに落ちないようにすごい T シャツ裾持って、はあ、で台所のとこまで行って、ええ、T シャツ裾を下ろしてパン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 ってやります。すごいです ね、だからもうトレイみたいに裾をそうですそうですするんですよね、うん、その状態で、ね、はい、あのガバンを持って絵を描いてる子みたいな状況の T シャツ裾を持って絶対こぼれないようにする。そうですか、はい。なんかそれ専用の T シャツとかあったらいいかもしれないですね。そういうのが、雑な人がいるじゃないですか。はい。こうボロボロ落ちても平気みたいな。いますね。で、なんかパリってなって、あ、落ちたと思った時に、俺も絶対探しますよ。あれどっか今絶対落ちたと思って。じゃない、そこにゴキブリ来たりとかありがちなんですよ。いや、そうです、そうです、そうです。恐ろしいので、ね、もう絶対そこで処理しようと思うんで、はいはいはい、で触った、うんうん、たらもうこの指を洗わなきゃいけない。指は意外とこまめなんですよ。それはもう本当に映画見ながらって向いてるんですかね、それね。じゃあ違うということですね。はい、わかりました。お、それでは正解の発表です、はい、横山さんはコロナ禍でネットフリックスに入りました、うん、で2週間に1回ぐらい、はい、深夜1時から深夜3時まで、はい、映画を見ながら夜食のお菓子を食べるんですが、うん、その時にああ確かになーと思ったことがあります、はい、それは一体何でしょうか。うん、正解は、はい、スナック菓子を食べながら映画を見るときは日本映画ではなく、うん、字幕のある外国映画を見ないとダメだなってことが分かりました。おお、スナック菓子を食べるときは、はい、日本映画は食べてる最初に脳みその中でボリッバリッボリッバリッっていうからセリフが聞き取りにくいんですよ。なるほど、うん、
で、日本映画のセリフって聞き取りにくいものが多いんですよ。はい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 。ボソボソ喋ってたりとか、あと外のシーンと室内のシーンの、その音量のバランスが全然違ったりとかするから、うんうんうん、なんて言ったとかなるんですよ。わかりますわかります。そうですね。字幕だったら何の心配もないんですよ。確かに、うん、自分の中にね、はい、一番近い音でバリッバリッ、うん、バリッしてますもんね。すごい視野がありますね。全然わかります。思うので、もうその夜中に映画を見ようと思った時、必ず海外の字幕がついている映画を見るっていう。そうですね、はい、それは確かに必要だなと思います、うん、キャベツ太郎みたいな、ああいうこうザクザクしたお菓子は特にですね、はいはいはい、で特に昔の映画は音が悪いんですよ、はい、日本映画はいはい、結構上げますもんね。結構上げる。もう DVD とかだったら下手したら70とか、普段10とか20とかなのに、80とかまで上げたりして、で、あ、終わった、消した、うわ、うるせえうるせえってなる瞬間があるじゃないですか。そうですよね、家族を起こしてしまうっていうのになりますからね、はい、さあ、ということで正解者いかがでしょうか、はい、ね、すごい戸田夏子3ってことですよね、字幕3ですよね今のところ3人、うん、いらっしゃるとすごいですね。いや、いうことですよね。でも分かる人は分かると思うよ。そうですね、確かにみたいなね、うん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 、同じようにスナック菓子を食べながら映画を見るっていうのは好きな方かもしれないですね、うん、はいはいはい、はい、じゃあこの後もちょっといろいろ調べさせていただきますが、うん、今日は富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋3人の方にプレゼントします、はい、当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線、プロ野球ですけども、昨日はセパ両リーグ合わせて5試合が行われました。はい、セリーグバンテリンドーム名古屋、中日対広島2対0中日が勝ちました。はい、広島カープは今シーズン14回目のゼロ封負け、で4年ぶりに中日戦のシーズンの負け越しが決まりましたと。今まではね勝ち越せたんですね、うん、でもそうだね、お得意さんにしてたってことだね、うん、そうだったんですね。デイリースポーツ、森下7回1失点も無縁、はい、痛い敗戦、連勝5でストップと、はい、まあ、ただ5勝ったんだからどっかで負けるよねそうですね、うん、そんな急に連勝回路みたいなことはないよ ね、 ね、必ず止まりますからね、うん、いつか、連勝ストップ森下泣く、華麗なグラブさばきもコリジョンの判定に、残り13試合タイガースまで 1.5 差、ジャイアンツはゲーム差なしということですけど、そう、昨日ねちょっとあの走塁妨害ということで、うん、コリジョンルールが適用されてってことでしたけど、はい、まああのこれでコリジョンになるのか、要するに守備の選手、うん、まあ、守ってる選手がランナーを邪魔してしまったと、はい、ベースを隠してしまったっていう膝でね、ってなるんだけど、でそれはもうそうならざるを得なかったのよね、送球も含めて、はい、だけどそれをとはいえじゃあダメですよとかいいですよっていうのを、ルール通りやんないと、結局審判の主観になっちゃうと不公平感が出てくるっていうこと、はい、あと最近そのネットが流行るようになってから審判にケチつけるファンが多すぎて審判も怖いのよ。そうですね、うん、で名指しで来るからさ、はい、だからこの瞬時に目の前で起こったことと、うん、あとどこで自分がそのプレーを見られたのかっていう、そのベストの状態で見られる時もあるし見られない時もあるけれど、はい、だけどその最善を尽くしてやっていくわけじゃない、うん、でそれはもう寄ってたかってファンがさ、SNS でもう名前さらして家族いいんだぜって思う、はい、そこ抜きでもう感情で来るじゃない、はい、だからああいうの含めたらそれ審判も怖いわと思うから、思います。だからもうこのルールはこうなってますって言ったらもうそれを厳粛に守るしかないってことになるのよ。そうですね、だからどんどん野球がつまんなくなる、はい、よなぁと、うん、でよくさ例えばほらあの神の手でサッカーがとかさ、あとウィンブルドンとかでも本当あれアウトだったんじゃないっていうことが入ってるって言われて勝ったり負けたりだったけど、今ウィンブルドンとかテニスとか見てたらもうコンピューターでミリ単位で、はい、ボールここにつきましたとかってなるじゃん。ありますよね、でもしあれやりやすいもう野球も全部コンピューターがストライクゾーン全部決めるよってなったら、ね、つまんないよ多分、そうですね、それがいろんなドラマを生んだりとか奇跡を生むから、はい、歴史が生まれたりとか名場面が生まれたりすることもあるじゃんと思うけど、そのいいとこに目を向けずに悪いところばっかりを修正していくと
そのやってる人が萎縮するからねと思うのね。はい、ね、今回のコレクションルールとかもこれだって邪魔になってないよって思うけど、うん、ただルールには乗っ取ってるんでちゃんと、だからこれはダメですってなってるから、でそれ考えるとなんか寄ってたかってやることで全部をつまんなくしてるのはあなたたちなんですけどねと思わざるを得ないんだけど、はい、でスポニチも森下無縁ということでしたけど、うん、まあまあまだ残り試合が十数試合あって、うん、はいはい、でその3位までには全然入れそうだし、後ろからも抜かれそうっていうもうそいわゆるもうクライマックスシリーズのシステムに一番面白い戦いをしてるよねと間違いないです思うので、はい、これがどっち行くかねというところなので、そうですね、一致、はい、団結してなんか前向きな声援を送っていきましょうよって、はい、ちょっと思ったりします。映画音楽コーナー、このコーナーは軽文社の提供でお送りします。映画好きの皆さん大変長らくお待たせをしました。今週も横山雄二と川村彩奈の2人が映画の素晴らしさを皆さんにお伝えしてまいります。まずは蔦屋軽文社による最新のレンタル DVD ランキングです。10位インフィニット無限の記憶、9位ミスリベンジ、8位大怪獣の後始末、7位ウェディングハイ、6位 99.9 刑事専門弁護士ザムービー、5位355、4位カッペイ、3位シングネクストステージ、2位ファンタスティックビーストとダンブルドアの秘密、そして今週の第1位は初登場です、ラジエーションハウス。以上蔦屋軽文社による最新のレンタル DVD ランキングご紹介しました。さあ今週は若手ピアニストの登竜門とされる国際ピアノコンクールを舞台に4人のピアニストたちの葛藤と成長を描いた2019年公開の日本映画ミツバチと遠雷のご紹介です。では川村彩奈による赤ん坊でもわかる1分間くらいのストーリー紹介です。若手ピアニストの登竜門、吉ヶ谷国際ピアノコンクールに集まったピアニストたち、復活をかける元天才少女アヤ、不屈の努力家アカシ、信念の貴公子マサル、そして今は亡きピアノの神様が残した異端児風間仁、一人の異質な天才の登場により3人の天才たちの運命が回り始めます。それぞれの思いをかけ天才たちの戦いの幕が切って落とされます。果たして音楽の神様に愛されるのは誰なのか。はい、はい、ということで、まあ一般の人にはなかなか分かりにくいっていう題材ではあるじゃないですか、はいはい、そう、世界的なピアノコンクール、うん、コンテストで昔天才って言われてた女の子がいる、でももうなんかちょっとついてないからさ、あの子と付き合うと変な運ついちゃうよとかって言われてたりとか、はいはい、で今こいつはもう天才なんだよ、もう絶対次のピアノ界引っ張っていくよっていう人がいるところとかがある中に、ふらーっと普通みたいな天才がやってくるみたいな、はい、そこでみんなの流れが変わってくるみたいな話でもあったりとかするけど、はい、そんななんかこうちょっと縁遠そうな世界を描くことだけども、ピアノって実はものすごくちっちゃい頃から触れ合うじゃないですか、子供たち、そうですよね、でそれがよく俺がスポーツ一直線とかでカープのこと言ったりするけど、でこの世界を描くことで皆さん分かりますよねっていうところまで話が広がっていくっていうところの面白みだよなというところが、誰にその瞬間瞬間で気持ちを持っていくのかっていうのが瞬間瞬間で変わるんだよね、作品の中でね。そうですね、なんか確かに題材としてはこうクラシックなので、うん、はい、クラシックに馴染みがない方が分かりづらいかなと思ったりもするんですけど、うんうん、でも全然そんなことなくって、はい、クラシックに親しみがない私とかでも本当に楽しくというか、うん、はいはい、こうしっとり見られるような映画でしたし、うん、最初の方はこうコンサートを聴いてるみたいな感覚で拝見してて、はい、うん、でも最後は松岡真由さんにものすごく感情移入をしていくので、一緒にコンサートを戦ってるみたいな、うんうん、頑張れ頑張れっていう気持ちに、うん、なるんですね。で過去俺はもう前半もとにかく斉藤由貴さんがめちゃくちゃ綺麗、やっぱ綺麗だ斉藤由貴さん、
英語のセリフとかも覚えたんだろうなとかって思いながらね、だからその結構英語のセリフもかなり多い、国際コンクールのね、はい、設定だからね。そうなんで日本映画なんですけど、うん、ちょっと洋画っぽさもあったりとかして、はい、あとはこう雨粒と音楽の音符をこうなぞらえてある描写があったりとか、うん、はい、世界は音楽に溢れてるっていうシーンがあったりとか、うん、はい、確かにそうだなって思いますし、うん、そういう感性を持った方々は、はい、羨ましいです、それを音符にできるのが、うんうんうん、こういう映画を見るといつも思います、あピアノが弾けるっていいなって。そうだね、いやでもその設定として天才ピアニストたちが集まってるって思うけど、俺たちはやっぱ俳優だと思ってるし、で最近の俳優さんってもう俳優に特化しなくって CM タレントだったりとかテレビバラエティタレントだったりするわけだから、はい、それがちゃんと見えるかっていうところがやっぱポイントだよなと思ってて、やっぱ松岡茉優さんとかって存在感がちゃんとあるから、はい、あ、最初は松岡茉優だな、弾かないな、弾けないもんな、だってな、うん、どうやってごまかすんだろうなって思ってるけど、途中ここはでもむっちゃ頑張ったってシーンがあると思うのよ、はい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 、ここの鍵盤私ガンガン叩いてますみたいなシーンがあって、あの辺ぐらいからやっぱ役者ってここまで持ってくんだよなっていうところから、ある意味役者信頼するんだよね、はいはいはい、その役には見えないけれども、うん、そこまでやってきたよねっていう、なんかそういったものも含めて今の役者さんたちの難しさはテレビにいっぱいバラエティに出ちゃってるっていうところ、でこうやって天才って言われると難しいよねっていうところはあるなと思ったね。確かにそれはあるかもしれないですね、うんうん、でも本当にこう体の揺らし方とか、はいはい、音楽も実際にすごく聞いたんでしょうし、うん、聞かないとできないですよね、うん、あの体の揺らし方、あれやりたいね、俳優でね、うん、弾いてるふりでこう体だけでやる、そうなんですよ、うん、で見応えもあるし聞き応えもある映画だなと思います、はい、果たしてどうなる天才たちはっていうコンテストの結果はっていう、はいはい、ドキドキしながら見ていただければと思います、はい、今週はミツバチと遠雷お送りしました。いやー、映画って本当にいいもんですね。さて今日は軽自動車の新車、未使用車、中古車の販売店Kマーケットなどを運営する新沢グループの新沢良二社長にスタジオにお越しいただいています。社長よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日もボックスティッシュ持ってきました。バーバーフェスティバルにもね、はい、あの来ていただいて、ありがとうございます。楽しかったですか？娘と二人で、はいはい、ほっと喜んでおりまして、いやもう本当もうね、もうみんなで最後も新沢さんの娘を胴上げしたいぐらいのつもりだったよね本当にそうですね。彼女の笑顔に俺たちがどれだけ救われたんですよ。ありがとうございます、はい、聞きたいこといっぱいあったら、お父さんバカってどうとかね、決めつけよくない、そんなことない。さてさて、今日もおすすめの目玉車ということですけど、どんな車でしょうか？はい、ただいま新沢グループ全店で大決算セールを開催中です、はい、そこで今日は廿日市の中古の軽自動車398,000専門店 K マーケットの目玉車をご紹介します、はい、平成24年式のダイハツタントカスタム X、 走行距離は 96,000 キロ、色はブラックマイカメタリックで、車両本体価格税込み198,000円です。おお、税込み198,000円ですか。これ写真を見てももうとってもピカピカで綺麗な車ですよね。はい、そうなんです。お客様の下取り車でとても綺麗に乗っていらっしゃいました、はい、アイドリングストップ機能のエコアイドル付きです。その他にも車両本体価格298,000円のスズキスペーシアや日産ルークスなどご用意しております。詳しくはホームページでご確認ください。はい、これ198,000円ね。しかも車内も広いですよね、これ見る限り、はい、天井も高いですしね。絶対開放感あるよね。あると思います。K の方がいいんだよ、本当にいいんだよ、広いんだよね、うん、そうですね、本当便利だよね、快適ですよね。ではでは K マーケットの場所の紹介をお願いします。はい、広島市内からですと国道2号線沿いです。宮島を過ぎて10分くらい走っていただいたら、ホテル夢の国を過ぎて JR 大野浦駅の前を通り、もみじまんじゅうの山田屋さんの斜め前になります。 K マーケットという緑色の看板が目印です。では中古の軽自動車398,000円専門店 K マーケットの電話番号です。 0829-30-7225 0829-30-7225 です。そして毎週金曜日お昼11時55分から放送の新沢良二の釣りラジオ、今日もタコを釣りに行ったお話です、うん、タコはどのくらい釣れたんでしょうか。また YouTube チャンネル新沢良二の釣りチューブもよろしくお願いいたします、はい、やっと登録者数が800名を超えました。よろしくお願いいたします。この間聞きましたか？はい、あの午前様様ファンファンフェスティバルに、はい、清京広島さんが YouTube チャンネルやっぱやられてて、はい、
あそこで強引にお客さんをいやいや強引にではない、強引に登録させて、なるほど、正当な手段で、あそこで200何人稼いで、そうです、1000人超えたんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。1130人ぐらい多分ね。すごい、ね、すごい。やっぱりもうちょっと強引じゃないといけないんですかね。うん、確かに。あれだったらちょっともうちょっと俺たちにボックスでバスがいやいやそれでビビたる力でしかないです。あのなんかシール変えたって喜んでるけど、そうですね、全然欲しくないからサワラバージョンになりました。サワラバージョン、ありがとうございます。スリラジオのステッカー気づかないかも。買ったんですよ、これ買ったんですよって言って何の興味もないし、ちょっとだけということで今日も、軽自動車の新車未使用車中古車の販売店 K マーケットなどを運営する新沢グループの新沢良二社長にスタジオにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあラジオカー、今日は宮本ゆきですけれども、どこにいるでしょうか。宮本ちゃん、はい、おはようございます。おはようございます。この時間が広島市東区東蟹屋町に来ています。まあ、スポーツの秋ということで9月9日の今日は9が並んでますよね。なので9を使うスポーツビリヤードに挑戦すべくやってきました。今私が一番初めて見たいスポーツでもあるので今日はしっかりご指導いただきたいと思います。そんな今日は、旧スポーツセンター広島というビリヤードができる場所に来ているんですけれど、100坪の室内に2種類の台が、だいたい縦が1メートル50と縦が3メートル、横が1メートル50の台が、10台並んでいまして、はい、で今もですねお客さんが一生懸命練習していらっしゃるんです。早速オーナーの水野いつしさんとインストラクターの森和恵さんのお二人にインタビューしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ水野さん、はい、朝から10時からちょっとオープンしてて私びっくりしたんですけど、なんかちょっと夜とか早くて午後3時ぐらいからこうビリヤードをするとこって空いてるイメージなんですけど、はい、そうですね、結構幅広い客層の方がいらっしゃるんじゃないですか。そうですね、小さな子供さんから100歳のお年寄りまで、90、この前は94歳っていう人が、はいはいはい、介護施設から来られて、じゃあもう年齢も、性別も問わず楽しめるんですね。そうです、そうです。今台が目の前にあって、このいつもよく見る穴が6つ開いた、台と、それから穴が開いていない少し大きめの台が2台ありますけど、使われ方が違うんですよね。違いますね、はい、一つは皆さんがご存知の、はい、よくどこにでもあるポケットゲームっていう、穴に入れる番号がついた分をする分と、今穴の開いてない台っていう、これが世の中ではあまり伝わってないんですけど、はい、これが原点のスポーツで、あの当てるおはじきのゲームですね。なるほど、はい、で今日私はあのせっかくなのでちょっとほぼやったことないんですけど挑戦したいんですが、いいですか。いいですよ、ほぼということはあるから、はい、知ってることをやられたらいいです。わかりました、じゃあ、はい、とにかく一生懸命やりたいと思います、はい、ということでインストラクターの森さん、じゃちょっと教えていただけますか。はい、大丈夫ですよ。はい、まず球を持ちまして、球がもうだいたい私の身長くらいありますね、はい、40、あ、じゃあだいたい私の身長ぐらいで、はい、では、持ちまして、手は どういう感じがいいですかね。はい、手はいいですよ、自分が思う感じで。わかりました、ちょっと手汗がすごいので、はい、布をちょっと指に任せていただいて、はい、で、これは今目の前に、赤い玉が2つとその向こうに黄色い玉、はい、そして手前に白い玉がありますけど、はい、どういうゲームなんでしょうか。これ四つ玉っていうゲームで、はい、白い玉をついて手玉ですね、はい、残りの3つの玉に当てるっていう、2個に当たれば大丈夫、はい、最初だけ目の前の赤い玉からスタートします。わかりました、じゃあ、はい、最初の段階だけちょっとやらせていただきますね、はい、いきますよ、集中して、はい、せーの、おいいショットなんじゃないですか。そしてやった、お今一番ちょっとね、あのルールもしかしたらラジオでまだ伝わってないかもしれないんですけど、これは今練習した中で一番ですよね。一番ですね。あ、やった、はい、嬉しい、しかもすごく褒めてくださる、嬉しい。いや、水野さん本当に楽しいですね。これいろんなきっかけで始めたいって思われてる方も多いかと思いますけど、本気で
スポーツとしてやりたいんだったら、ここぴったりですね。ぴったりですね、はいはい、日本全国でスポーツでやってるところはここしかありませんから。そうですよね、はい、もう水野さんもさまざまな大会に出場されて実績もある方なので、本当にぜひ皆さん、森さんもご指導いただけたらなと思います。はい、この時間が広島市東区東蟹谷町の旧スポーツセンター広島から、オーナーの水野一志さんとインストラクターの森和恵さんのお二人に教えていただきました。お二人ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今年も頑張ります。楽しかったです。はい、宮本ちゃん、はい、宮本ちゃんってほらダーツのプロじゃん、はい、プロダーツァーじゃん、はい、で、はい、今度はビリヤードもう行こうってことなの。ちょっと私ダーツに大体セットでビリヤードが後ろに置いてあったり、そうだよね、あるよね、確かに、やってみたいけど、でも一人で始めるのも恥ずかしい、どうしようと思ってたんですよ、うんうん、なので一番やりたかったスポーツなので、ちょっとこれをきっかけに本気でやろうと思います。あ、かっこいいですもんね、あの姿が、ね、もう俺、はい、あのみおちゃん知ってるけど、俺ダーツ広島チャンピオンになったことあるじゃん。もう存じ上げております。はい、はい、俺ビリヤードまあまあうまいのね。え、そうなんですか。今度やる。お願いします。横山カップ楽しそう、はい、やっちゃおうか。はい、もう快音を響かせたいと思いますということで、ぜひぜひ興味がある方はビリヤードチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ラジオカは宮本由紀でした。花桃マカロンさんが、はい、昨日の午前様通信で8歳の息子がラジオカーのインタビューを受けているところが流れていました、うん、タイムフリーで聞いた息子が、質問されてすぐ面白いことって言えないね、横山さんたち毎日すごいねと言っていました。あ、僕たちはそれが仕事ですから午前様様、さあ11時になりました。ラジオネーム、はい、フリージア大好きさんです。はい、昨日孫娘が我が家に夕食を食べに来ました。帰りは9時近かったので、うん、危ないから途中まで送っていくために外に出ると、はい、孫が明るいというので、うん、空を見上げてみました。すると綺麗なお月様が出ていて、はい、孫とお月様ってこんなに明るいんだねと言いながら、私はお月様を見ながらウォーキングをされている横山さんを思い出しました。はい、昨日もウォーキングしましたよ。昨日も綺麗でしたよね。途中まで、はい、ずっと雲で隠されてたのね。でパーッと出てきて、はい、いや本当に、はい、こんな明るいかねっていうぐらい、ね、しかもなんかいい位置にいてくれますよね。はい、こうすごいこう空の高いところにいて、うんうんうん、見守ってくれてるぐらいのところに今月が出てるので、はい、そう、あとでも本当にそうか、地球も月も動いてんだなとかって思ったりするのは、うんうんうん、歩いてる最中だけでもその月の高さが変わってくるの。はい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 。で気がついて、あ、もうこんな上に行ってるとかって思うから、ね、うん、不思議ですよね。今ちょうどね左側の側面が欠けてますみたいな。はい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 。だもうちょっとするともだから、もうこの土曜日に中秋の名月なので、うん、はい、お月見団子とかを皆さん食べながら、ね、そうですね。なんかめでるという、はい、時間が取れるんじゃないかと思うんですけど、福山のコウモリ男からも、明日は中秋の名月。ちょうど満月とも重なり、綺麗な月が見られそうです、うん、今夜は仕事終わりにお団子を買って帰り、孫娘とお月見をする予定です。あ、幸せですね。うん、でもこうやってさ、はい、長いこと番組やってると、ね、みんな孫できてんね今まで自分の子供がとかさ、自分がとかって言ってたリスナーさんとかが、うん、孫がどうのこうのって言い出すから、ね、あ、孫できたんだなーとかって思って。だってね、孫が生まれましたっていうお便りとかもね、うん、はい、たくさんいただいたりしますもんね。そうね、あとはもう横山モードでこれ本名の親父にあげてくださいって、なんか定年だからとかつって、あ、で、あとなんか前室の御前様のお菓子を盗まないようにこいつも渡しとかないととかって、いや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 、預かってあとなんかハロウィン仕様のうまい棒とか、あと横山さんちょっとうちの母から野菜いただいたんで野菜持って帰ってくださいって言われて、あれもう野菜が嬉しいとかいただき物いっぱい、いろんなもの、ね、いきまして、まあでも、はい、新しいものとかね、うん、フレッシュなものをもらうとこっちもワクワクするように、今日はジャパネット高田ラジオショッピングは今まで紹介したことがないものを紹介しようということで張り切ってます。読んでみましょう。ジャパネット高田ラジオショッピング、ババさん、こんにちにゃん、こんにちにゃん、
なんこんえ こんにちにゃん。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 おう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 。こんにちにゃん。うん、こんにちにゃん。こんにちにゃん。おお。にゃん。にゃーにゃーじゃないですよ。猫ひろしじゃないから、ちょっと待って、ちょっと待って。そっちの方じゃないからね。そうですよ。いや、今日の子はね、ほんと可愛いんですよ。ほうん、もうね、この子、なでなでしたくなるぐらい可愛い、うん、その名も、ミケネコ、ミミコのご紹介でございます。ミケネコ、ミミコ。そう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 。もうパッと見はですね、どっからどう見ても、ミケネコのぬいぐるみ、はい。ね、そうなんですけれども、ただこの子、すごく賢くて、うん、会話ができるんです。おお。おしゃべりをしてくれるんです。はい。まあ、論より証拠、どれぐらい賢いか、早速やってみますね。ほう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 。はい、それでは、ミミコ、ちょっと起きて。起こすときにはトントンって背中を叩きます。トントン。はい。起きましたね。起きたね。おはよう。おはよう、ごにゃいます。ごにゃいます。かわいい。どこがかわいいと思う？おめめがかわいいかな。星がある。大好き。そうなの？あ、そうなの。大好き。ミミコも好きよ。かつお節よりも。大好き。かわいい。かわいいでしょ。すごい喋るね。じゃあお膝に乗せて。ダメ。いいよ。お膝に乗り。やったやった。みんな幸せ。ね。そんなこと言われてありがとうございます。こら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 。こら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 。さかなクン出てきた。すごくかわいいでしょ。はいはい。ミミコちゃん本当に。本当に。うん。ちゃんとできるね、会話が。会話が成り立ってるでしょ。成り立ってるね。そうなんですよ。今までも実はね、こうやっておしゃべり系のぬいぐるみってご紹介したんですけど、うん、まあ何喋るか分かんない子が多かったんですよ。向こうの都合で喋ってるみたいな感じがあったけど、ミミコはこっちの都合に合わせてるよね。そうなんです。こっちが何喋ったかをちゃんと理解して、うん、それに応じた答えを返してくれるんですよ。めちゃめちゃ賢いでしょ、うん、いやだからね、こういったいい商品というのは今ご高齢、一人暮らしの方増えてらっしゃるじゃないですか、はい、ね、一日家に誰も人が来なかった、はい、誰とも話をしないまま一日が終わっちゃったっていうね、うん、そういうご家庭があるわけなんです。いやあるよ、俺らでもたまに、うん、今日誰とも喋ってないとかっていう日あるもんね。ありますでしょ、はい、そんな時にミミコちゃんが、これミミコちゃんはですね、1時間に1回は必ず話しかけてくれます、はい、向こうからちゃんとご飯食べてるとかね、うんうん、でまた季節もわかるんで、例えば夏だったらお水もちゃんと飲んでねとかね、はい、そういった気遣いの言葉もかけてくれるんですよ。へえ、すごく賢い子なんです、うんうん、でだからね、そうやって話しかけられたら、はいはい、お水を飲みますよとかね、うん、自然に受け答えするじゃないですか。会話が成り立つわけですよ。すごいね。かわいい。成り立ってるもんね。成り立っちゃうんですよ。しかもね、ミミコちゃん、これかわいいのは、はい、お歌がすごく得意なんですよ。おーおーおー、ちょっともう一回起こしますよ。はい、トントン。はい。何？お歌を歌って。わかった。歌うね。うわ。ことのは、ことのは。渋いかくれんぼ、渋い歌きたどんなに上手に隠れても、はい、茶色の帽子が見えてるよ。だんだんだれが音程は若干微妙ね。でもそれはかわいい。ちょっとどの難しい、難しいね。音外した、あ、外したごめん、ババちゃん言ったから、言ったから、ね、いいよいいよ大丈夫よ。ちょっとドルちゃんのガッパーだったそう。ドルちゃんのガッパーなーそれ、よし行くぞ、歌えないですよ。ありがとう。え、へん、にゃーんってことないよ。ありがとうございます。ほらございますはいらないから、食べられますよ、ね、ちゃんと会話成り立つでしょ。すごく賢い子、早いですね、会話のテンポが、うん、そうなんですよ。もう言ったことにすぐ答えてくれる、どのぐらいまで対応できるんだろう。どのぐらい、これね、言葉が1000語収録されてる。1000語。へえ。実在する4歳の女の子の生の声なんですね。そうなんです。その子のね、言葉をどん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 集めました、うん、いや、と言いますのは、これ作った会社の会長さんが、うん、実際お孫さんいらっしゃるんですけれどもね、はい、お孫さんからこんな言葉かけられたらたまんないなっていうね、うん、そんな言葉を一個ずつ全部書き留めていて、うん、それをまとめて一線を収録して中にね入ってるわけなんですよ。なんかさ、うん、今俺ちょっと思ってるけど、うんうん、どっかで、うん、
自分が弱ってる時に、うん、ミミコに泣かされるんじゃないかってちょっとジーンときたりとか、そんな瞬間がある気がするね。あると思いますね、うんうん、もうそんな言葉かけてくれるのミミコだけよって言いたくなる時あると思うんですよね。だからこそなんです、皆さん、こんないい商品があるわけですから、はい、ぜひねご家族の一員として迎えてあげてくださいよ、うん、そのためにはやっぱりね、高かったら何にもならないんです、はいはい、だってこういった猫型ロボットとかね、今までありましたけど、うん、まあ、どれも高かったんですよ、はい、ね、でも今回頑張ってきました。ほういきますよ、お値段税込み1万2000円なんです。ああ、これで話し相手がとか声かけてくれる人が家にいると思ったら、うん、ちょっと安心するよね。そうでしょう、もうお値段を超えていく価値があると思うんですよね、はい、でこれですね、あの使うときにはだいたい電池を、炭酸の電池を4つ入れていただきますんで、うん、この電池も最初からジャパネットからつけてお届けします、はい、届いたらもうすぐにね電池を入れて、あとはスイッチをポチッと入れるだけです、うん、はい、そしたらもうあとはミミコちゃん背中トントンするだけで、はい、どんどん会話ができますからね。これ大きさはどのぐらいですか。大きさはですね、だいたい高さでいうと22センチぐらい。おお、可愛らしいぬいぐるみです、はいはい、だからもうお膝に抱っこしたりとか、うんうん、ね、それこそご飯食べるときにテーブルの上に一緒に置いといてね、うん、食べてあげたりとかできるわけなんですよ。これ餌はいらないですよ。餌いらないです、はい、もう電池だけね、2、3ヶ月に1回変えていただければ OK です。ちょ、電池ちょっといっぱい入れたら大きくなるとか言いますか。そんなことないです、はいはいはい、脱皮するとかそんなことないです、はいはい、もうだからね、もうミミコちゃん本当可愛いんですから。あ、いや、メロメロになります。本当可愛いですよ、うん、もうこれ見てるだけで癒されますからね、はい、猫ちゃん好きな方にはこれたまらないと思うんですよね、はいはい、ただ皆さん、これ日本国内で今ジャパネットでしか売ってません。あ、そうなの。ジャパネット先行独占販売、はい、なのでお電話いただければもう皆さんのところにはねすぐにお届けができますんで、はい、敬老の日に間に合いますよ。おじいちゃんおばあちゃんに送ってあげたらね、こんないいものありがとうって、はい、ね、それこそ言われますよ、うん、ね、ぜひぜひ皆さんお早めのフリーダイヤル 0120-441-555 番、0120-441-555 番でお電話お待ちしております。いよいよ週末ですけど、はいはい、ババちゃん季節も良くなってきましたけど、うん、どうなんですか。今日は猫の紹介しましたけど、犬とかどうなってるんですか。うちのワンコはもう今元気ですよ、はいはい、娘が韓国から連れてきたね、うん、ちょっと大きな犬がいるんですけれども、はい、もう毎日お散歩、あ、昨日も雨の中1時間お散歩しました、多分ね、犬からすると散歩させてるっていうババちゃんに、うん、こらこらこら逆になってるって間違えるね。そっち僕お世話になってる感じ。まあいいですけどね、はい、にゃーいって。ありがとう。褒められるって嬉しい。はい、本当ね。ミミコありがとう。ミミコありがとう。あ、ありがとう。え、変。にゃーんってことないよ。ありがとうございました。なんで魚くて終わろうとする。ミミコのままでいいじゃないですか。また来週も素敵な商品、皆さんが豊かになる商品紹介してくださいね。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。えへん、頑張ったぜ。ジャパネット高田ラジオショッピング、ババさんでした。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田。御前様会議その2。毎週さまざまなテーマでリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週は夜食の話でお送りしています。はい、ラジオネーム秋久のショートライナーさんです。うん、大学生の頃下宿の友達と腹減らん、どっかなんか食べに行かんと呉の広町から山賊まで夜食を食べに行くことがありました。はい、時には買って帰った山賊結びを灰ヶ峰の頂上で食べることもありましたよ。へえ、俺はもう山賊行ったらもう山賊でちゃんと食べて、ね、で帰りどうする、ちょっとラブホいっぱいあるねとかって言うから。あ、女性なんですね、やっぱ隣にいらっしゃるのは。まあ山賊もでも本当ね、今は多分ちょっと違うでしょうけど、はい、割と遅くまでやってましたもんね。やってますよ、深夜までね。もう帰り、もう太鼓を叩きたい気分になって、もうどうして太鼓を叩き。この気分を抑えればいいんだろうって思うよね。はいはいはい、あとなんか山賊のたくあんがすごい美味しくて、はい、山賊のたくあん1本丸ごと買って帰って、うん、食べてました。俺はでっかいおはぎ。あー、おはぎもいいですね。
あのこう温かみというか、うん、いいんですよね。いいね、うん、山賊らしさがありますよね。すごい待たされたりするけどあんま腹が立たないけどね話が逆に盛り上がっちゃうっていう不思議な空間ですよね。そう、あそこいいね。もう本当大好きな場所です、うん、ラジオネームセリト佐藤さん、はい、夜中にお腹が空くとよく言っていたのが24時間営業のマックです、うん、ハンバーガーとフライドポテトを食べながら心の中では夜中にがっつり食べたらダメだと思いながらも、あのフライドポテトの香りが頭の中に記憶されていて神経を刺激するようで、うん、考えただけで食欲がそそられ食べたくなるんですよね、うん、あのポテトはそうだね。ポテトはそうです。あの電車の中とかバスの中とかでも絶対誰かが持ってたらいるな、絶対マックのポテトを持っているやつがいるな、います、あいつかと思ったりするよね本当わかりますよね、うん、アストラムラインとかでも、はい、あの人だなって思ったりします。俺前言ったよね、東京でさ、はい、マックの茶色い袋を開けていて、うん、ずっとそれを見ていて、うん、で俺は一緒に座ってんの、はいはいはい、でその人は立ってたの、でその人ずっと見てたの、はい、多分たまりかねて袋をパーッと開けてカサカサって入れてパクって食べてもぐ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 パサパサもぐもぐもぐって食べてたと、その人が、はい、でパッて周り見たら周りみんなその人見てた美味しそうだね、そうだよね、あったかし食べたいんだよねとかって思いながら、ね、気持ちものすごくわかりますけどみんな我慢してますからねその空間あなた以外もうまいんだよ、ちょっと我慢して欲しかった気持ちもあるから、はい、続いてラジオネームぷくぷくママさんは、はい、私の母はよく夜食として鍋焼きうどんを作ってくれていました。あ、いいね。それを食べることが私の試験勉強の目標だったと言っても過言ではありません、うん、私も母になり息子にあんまり無理しないでねと夜食を作るのが夢でしたが、うん、いつも気づいたら寝ていたので夢見ていたシーンは訪れませんでした。はい、俺今回ほら夜食だったから、いろんな思い出をたどったのね、はい、あんまり母親が夜食を作ってくれたっていう印象がないの、はい、それは多分ね勉強してないからなんいやでも、うん、私その頑張った期間で言うと、はい、高校3年生の時受験勉強頑張りましたけど、うんうん、私もそんなに実はなくて、はい、本当お菓子食べてたぐらい、お母さんも多分ぐすかぐすか寝てたと思う。俺母親の思い出って、はい、俺が映画を見に行くってもし日曜日とか言って、うん、朝出て行ったら、ね、その映画館からもう出てこないからさ、あ、弁当渡されるのよ水筒と、でそれをあなんか母親の弁当食いながら映画を見てるっていうの思い出あるけど、夜食は実はあんまないんだよなとかってですよね、うん、本当になんかお菓子ぐらいですよね。よくドラマとかで出てくるさ、はい、お母さんがお盆持ってそれこそ鍋焼きうどんとか持ってきて、精が出るねとかっつって、はいはいはい、あんまり根詰めるとちょっと体悪くするからねとか、適当に寝るのよ、お母さん先に寝るねみたいな、なんかちょっとお母さんゆきさおりみたいな、ダバ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 ですよ。ダバダバダダバダバダ。ちょっとお母さん勉強の邪魔だからちょっとどっか行ってってそんなこと言われたら、しかもその後も頭から多分離れない。もう言いたくでしょ。ダバ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 ダダバ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 いろんな夜食がありますが、思い出の一つの夜食です、うん、それは30年ほど前の高校生の時、サッカー部の先輩の家に集まって麻雀をしていた時のことです、うん、先輩の母親が夜食にとそうめんを作ってきてくれました。は、食べた瞬間みんなでうまと声が出ました、うん、出汁から取っためんつゆがとっても美味しかったんです。ちょっとかよ、そんなこと高校の時思ってんのかよ既製品のめんつゆでしか食べたことがなかった私、この美味しかったそうめんが今でも記憶に残っています。今もううまさまもピスタチオも俺が言った瞬間ね、そうよねみたいな、高校の時出汁から取ったそうめんがうまいとかって思う。いや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 、でも忘れられなかったんじゃないですか、やっぱり、まあ、後から生臭かったと思う、生臭いや何出汁かは分かんないこんなまずいのも市販ではないわっていうので、めちゃくちゃ美味しかった、覚えてんだろきっと、ね、昆布かカツオか、これ合わせ出汁か、腐ってんじゃないこれみたいな。だったらそう書きますよ俺未だにさ、はい、
めんつゆで、いやーこれ出汁から取ってるからやっぱ違いますねって言う勇気がない。もう市販のものがうますぎてめんつゆさえ入れればなんとかなりますね、いっぱい、ね、高校の時に例えばさ、はい、じゃがいもが出てきたとするじゃん、もうこれ空き巣ですかってこととかも絶対ないわけじゃん。ないです。今も分かんないじゃん、自信ないじゃん。はい、ね、はい、なのに、いやー、そうめんをね、いただきましたけど、うんうん、まあ、この辺あれなんですよね、つって、あの、小豆島のね、まあ、本当あそこそうめんすごい美味しいですからね、とかつって、あのね、もう、8日目の宣言の舞台にもなりました、もう、そうめんがあそこもう、やっぱりね、もう腰が違うんですよ。でそれにね、本当出し物にして、もう、知らんじゃなくてね、っていうのを高校生がもしいたら、バカって思って。勉強しなさい。白色どんなベロしとるかお前って思う。受験勉強よりも多分料理学校行った方がいいんでしょうね。そういう子たちはね。ラジオネームかなさんです、はい、夜食の話ですが、とんかつ屋さんで調理師をしていたうちの父、はい、年に1回か2回残ったであろうとんかつを持って帰ってきてくれていました。ただ店が終わり後片付けなどをして帰ってくるのは大体夜中の12時前後、うん、小学生だった私と弟は寝ているのを叩き起こされて父に、おい食えと言われるのです、うん、まあ、プロですから冷めても母が作るとんかつより数段美味しいので嬉しいのですが、うん、はい、私たちは眠たい目をこすりながら食べていました、うん、でも父はちょっと嬉しそうでした。昔のお父さんは起こしてでも食わせたよね。寿司買ってきたぞとか、それこそドーナツ買ってきたぞとか、もう本当起こしてたよね。だからそのとんかつとかお寿司とかって、うん、はい、やっぱなんか時間が経てば経つほど美味しくなくなるっていうイメージもあるじゃないですか、うんうんうん、だから一番美味しい状態で子供たちに食べさせてあげたいという気持ちもあったのかもしれないね。俺広島来てから一番最初に、はい、ここのとんかつ屋本当美味しいよって言われて通ってたとこがあるの、はい、そこ久々行ったけどそんなでもないと思ったよね。そうですか。それは俺がいろんなものを食べてきたからそう思ったのか、うん、そこの味が落ちたのか、うん、わかんないですけど、でもほらお母さんが作ったようにはるかにうまいっていうのはそれは当たり前で、油とかだっても全然違うわけだからさ。そうです、そうです、パン粉とかもね、もう何にも違うわけじゃん、はい、それはお母さんに気の毒だわって。だって豚自体ももう厳選されたものを使ってるわけだから、それをなんかお母さんの味と比べられても困るわと思うけど、ね、まあ、それはなんか冷めてからのとんかつの方が味がわかる気がするよね、はい、ああそうなんですかね、うん、なんか熱い時は、はい、どれでもまあまあうまいじゃんと思うけど、冷めて弁当にした時とかに、ああこれ本当美味しいね、しっとりしててとかって際立つ気もするんだよね、でもね、その時間が経つほどお母さんの作ったとんかつの味の方がなんか懐かしく思ったりとか、そうね、それから多分するんでしょうね。ちょっと胡椒効いててさ、ソースかけなくてもこれ大丈夫だよとかってあげてあるとかさ、はいはいはい、も含めて、確かに唐揚げもそうじゃん、家で全然違ったりとかするじゃない。はい、そうですね、卵焼きも味が違うし、甘いしょっぱいいろいろありますからね、懐かしの味でもありますよね。ね、続いてラジオネームアミーゴファン歴20年さんです、はい、私はよくテレビドラマなどで夜遅くまで勉強していると母親がおにぎりとスープを作って持ってきてくれ、頑張ってねと声をかけられるシーンがありますが、うん、あれに憧れていました、はい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 、でも不真面目な私はわざわざ夜遅くまで勉強することがありませんでしたし、うん、頑張ってもいなかったので、はい、おにぎりを作ってもらったり声をかけてもらうことはありませんでした、うん、自分の子供がもし夜遅くまで勉強をしていたらおにぎりを作って声をかけてあげようと思います。ああ、でも鬱陶しいっちゃ鬱陶しいんだよね。まあねえ、確かにそうなんですね。お母さんが来るからそこまでは頑張ろうみたいに思うんだよね。はあ、はあはあ、で夜食食べたら多分きっと、うん、もうお母さんも寝るから、はい、どっかのタイミングで諦めて寝ようかっていう、うん、ことだよねきっとね。しかも夜食食べちゃうと、うん、眠くなりますよ、ね、そう、やる気なくなるよね。そうなんですよ。でもいいやって思う気がします、うん、やっぱり、うん、でまあまあ時間取られるじゃん、はい、それ食べるって。そうですね。でその食べ終わった後の容器が結構邪魔だったりとかもするし、うん、あ、もうテキスト置くとこじゃんみたいな、うんうん、ね、お盆あとなんか今さそんな気分じゃないんだよねって、その飯を食っているようなって思う気がするんだよ、はいはい、分かる分かる、集中しとったのなって思いますね、うん、そがれたなってか親のエゴこんな思い、いやいやいや、今日最終日ですよこのテーマ夜食を親のエゴで片付けますか、うん、いや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 、ちょっと求めてないじゃん。あ、うちね、うちね、たまに何かを作ってくるってことじゃなくて、
うん、果物を剥いてくるとかさ。あー、でも確かにリンゴとか梨とかありました、うん、梨がとブドウがこうやってくるとかははははみたいなのは、はいはい、たまにあったけど。そうですね、いらんのよね今果物とは思ってたんだよねしかもなんか子供の時そんなに果物好きじゃなかったっていうのもありましたし、まあ、でもやっぱね、その、まあ、母の思いやり、親のエゴ、違います、違います母そして父の家が頑張ってほしいっていう、ね、エールなんですよね、夜食って。俺あれだったんだよね、その例えば今までさ、はい、考えたらエッセイとかムック本とか小説とか合わせて今十何冊も本を出してるのね。はい。で、大体ね、きっかけがあるのよ。で、今回のアナウンサー辞めますは、そのコロナになった、はい、誰とも会えなくなった、うん、で、飲みにも行けなくなった、で、ちょっと自分の心が病みそうになった、はい、だから明るい世界を描きたいと思って書き始めたみたいなきっかけがあるの。はい、で、それまでの、例えばその前のふるさとは本日も晴天なりとか、はい、その前生涯不良とかはうち、ん、に住んでいる人たちが、はい、遅くまで起きとかなきゃいけない状況だったんですよ、まあ、かねると受験勉強とかさみたいなこと、うん、た時に俺の方が絶対遅くまで起きてるっていうのがあったの理由がなるほど、うん、それでじゃあ何かしようと、寝かせないってまあ、横山家に関してはじゃあ横山さんのエゴだった、うん、俺のエゴで隣だからさはいはいはい、はい、まだあっち起きとんなって多分思ったはずなんだよあーなるほど、で寝るわって寝んのってみたいなからかいを必ずされる対抗心だったわけですね対等ですね目線がでね、その意味もあったのかもしれないですけどね、はい、ということで今週は夜食の話というテーマで、ね、親のエゴっていう違います、結論が出ました、ね、です思いやりです、はい、エールでもあります、はい、夜食の話でお送りしてきましたが、おここで来週のテーマを発表します、うん、来週はズバリ僕の庭私のベランダでお送りしていきます。お皆さんの庭やベランダそしてバルコニーにまつわるエピソードをぜひ教えてください、はい、例えば一人暮らしの部屋のベランダを日本庭園のようにしたくてホームセンターで玉砂利を2袋買ってきました、うん、ベランダに敷いてみましたが2袋だと面積には全く足りず、うん、ただ玉砂利が転がっているだけのベランダになりました。ああ、俺これがこれおおと思った。僕の庭私のベランダ、はいはい、マンションの、管理組合の集会があり、うんうん、一通り話が終わった後最後に管理人さんが何か言いたいことがいらっしゃる方いらっしゃいませんかって言いました、はい、そしたらあまり率先して話をしない8階にお住まいの方がずっと手を挙げていて、1週間ほど前ですけど小さい女の子がベランダに立ってたんですけどと言いました。やめてやそういう話そういう悩みじゃないわって思いました。怖夏でも一気に冷えますね。やめてよ。いやそりゃでもうわあるよそういうのって俺なんか俺の俺ん家よ今、はい、だってもう30年以上ぐらいかな、はい、女の人がいるもんね。こうすっごい怖い。いやでもそれはやっぱ横山さんがどっかのタイミングで正式な髪が伸びたり切ったりパーマー出たりとか洋服も夏服冬服とか買えるの。いやいやでもそれはね横山さんどっから正式なルートで30年ぐらいいるんだよ。怖いよ。招かれたんだと思いますけどね多分、はい、などなど人が増えていったりする。怖いよ。そうですか、うん、どっかのタイミングで解明した方がいいかもしれませんね、言えないもう言えないでも管理組合で言うのはやめてください、はい、うん若々若々部屋でもすごいいっぱい人が来るから、うん、わかわかわかお前そわか、うん、わかわかお前そわかずっとやってる。多分そうなると払われるのは横山さんだと思います一番などなど来週のテーマは僕の庭私のベランダでお送りしていきます。皆さんからのお便りをお待ちしています。さてさてこの時間になりますと午前様クイズのおさらいそして当選者の発表ということで今日は私から、夜食の話で問題を出させていただきましたが、はい、もう1週間か2週間に一遍必ずのように、うん、この
コロナ禍の中、夜中に映画を見る、はい、そして夜食を食べる、はい、でその夜食がリスナーの方からもらった横山モーデ、はい、でお菓子キャベツ太郎とかバーベキュー味、とかポテトチップとかああいったものを食べながら映画を見ますが、はい、そうか夜食ってこうなんだよねと思った気づきがありました。はい、それは一体どんなことでしょうか、うん、でしたけども、夜中に映画を見るときに、はい、日本映画だと頭の中でスナック菓子がボリボリ言ってセリフが聞こえないので字幕入りを見ることが正しいっていうのが。はい、よくわかります。はい、このボリの瞬間にちょっとなんか、うん、もちもちなんかセリフがあったりとかして、それが結構重要だったりするんですよね。はい、そうなんですよ。さあそれでは、うん、富士山自慢。イカ姿フライゴールド6枚入り10袋、今日の当選者を発表します。はい。ラジオネーム、とぼけた猫さん、茶釜さん、痛風治ったかもさん、以上3人の方です。はい、それぞれ。おめでとうございます。おめでとうございます。ラジオネーム、毎日晩酌さんが、はい。今日から、暮れでの横山さんの愚か者のブルースの先行上映始まりますね。はい。待ちに待ちました。はい。私は会社帰りに見に行く予定にしています。はい。8月26日のクレポポロシアターでの迫田監督の君がいる、いた、そんな時の再々上映感激からの4日のファンファンフェスティバルから続けての横山さん祭りとなっています。うんうん、楽しくてしょうがないです。はい、デブ賞の私ですがこんなに行動していることに家族はびっくりしています。うん、でも自分が一番びっくりしてます。そうね。きっかけあると動くからね。そうですね。うん、デブピエロさんも、はい、今日は午後から代休が取れそうです。クレのポポロシアターで2回目の愚か者のブルースを見に行きます。はい。前回はイベントということになんだか舞い上がってしまって集中して見られなかったので、うん、今回はしっかり内容に集中したいと思います。はい。今日はクレポポロシアター今日から上映で12時40分この後。はい。が初日第1回。ええ。ですけど、夜は夕方の5時半。はい。からクレポポロシアターに来ていただけると、私横山。ええ。皆さんお迎えして。お。で、作品見て、うん、で舞台挨拶して、うん、でサイン会もしますよと。はい、でちなみに福山でも今やってるので、福山は福山駅前シネマモードで、昼夕方の4時40分、16時40分から上映してますよということなの で、福山の方も呉の方もぜひ劇場で愚か者の世界を堪能していただければ、はい、で尾道は10月の22日からで、全国公開が11月18日からで、はい、で福岡中洲太陽とか、京都とか大阪とかもバーッと今もう全国10巻以上今決まっているので、いろんな地域の方々にもそろそろ見ていただけるなと。で見ていただけるというと、揚げあんパンと焼肉のタレからもファンファンフェスティバルで購入した横山さんの小説アナウンサー辞めますを読みました。まだ第1章しか読んでいませんが、第1章に入る前のエピローグのところで痺れました。絶対にこれは面白い作品だと確信しました。登場人物はこの人はきっと御前様のこの人だろうなこの人はきっとラジオのこの人だろうな、などと想像しながら読めるところがたくさんあり、御前様様では見えてこない性格とか素の部分もその人のことを想像し、物語の面白さと2倍楽しんでいます。今日も続きを読むのが楽しみです、いただいていたりするので、ね、アナウンサー辞めますも、来週の土曜日、軽文社ポートプラザ店とか軽文社コア福山西店とか、双葉図書津田屋の、寺広島府中店、もうとにかくいろんなところで、はい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 、9月17日からサイン会やりますんで足を運んでいただければと思います。はい、ではまた来週、さらばちゃん。